こんばんは。さあ皆さん、日曜日です。今日はね、父寄せまっせ。知らない人いるのか。なんでもないです。なんでもないです。なんでもないです。さあということでね、皆さんね、今日は日曜日です。皆さん、8月の今日は21日で、もう来週でもう9月ですよ。あっという間ですね、本当に。どうですか皆さん、セミファイナル終わりましたか？皆さんの家の周りでセミは鳴いてますか？もう泣き終わってそろそろ地面に転がってる頃じゃないかと思うんですが、そして夏が終わり、とうとうついには冬が来るんですよ。冬が来るんです。冬が来たら皆さん暑い暑いなんて言ってられませんよ。今度は寒い寒いなんて言いますからね。いやー、1年っていうものはあっという間ですよ。秋、そうか、その前に秋があった。秋と言ったらサンマ、サンマです。秋魚と書いてサンマ。栗、いいね。ハロウィンはまだだな。サンマ、芸術の秋、食欲の秋。せ、サンマ今手に入らないじゃん。え、サンマ高いのそんなに。ブドウ、ブドウの秋。なるほどね、梨とぶどう。今サンマ高いの？え？そんな高いの今サンマって。え、ちなみにだいたい1羽サンマって高級魚になったの？1匹サンマの綿は最高なの。今高くなってんだ1羽。鳥。なるほどね。サンマ美味しいのに。マジか、みんなししゃもれ我慢しよう。そんなことより皆さん、和骨のコメントください。はい、皆さんね、そんなことよりも和骨のコメントをください。よろしくお願いします。はい、白和骨、翡翠和骨、モコ和骨、吉川和骨、ゆうや和骨、マリア和骨、マーサ和骨、マルダイ和骨、ケン和骨、タカシ和骨、タケノリ和骨、マル和骨、ユータルン和骨、メガネユキ和骨、ヨミ和骨、豆ご飯和骨、おかゆちゃん和骨、ゆりかごめ和骨、タピオカン和骨、リサ和骨、リア和骨、あやか和骨、カタカナマン和骨、ノリタン和骨、ユリちゃん和骨、アリス和骨、アリア和骨、モエ和骨、セイリュウ和骨、ショータ和骨、ミルクマ和骨、ミキシン和骨、カオ和骨、お魚さん和骨、ローちゃん和骨、レイヤ和骨、アヤニャン和骨、ユリカ和骨、デイジー和骨、チコピ和骨、リラックマ和骨、リオタロト和骨、ナツミ和骨、フルジュン和骨、プータン和骨、レンネン和骨、カタカナマン和骨、アンジン和骨、カオ和骨、ポンコツユキ和骨、ビーちゃん和骨、リオ和骨、ショータ和骨、ユキネ和骨、ココロ和骨、ヤーさん和骨、オミルカ和骨、ボッチ和骨、ミコ和骨、レイレイ和骨、ユキネ和骨、タカピー和骨、エロティック TV 和骨、アイワン和骨、ショータ和骨、リオ和骨、ユキネ和骨、ケーヌ和骨、カズキ和骨、ゾロ和骨、リンちゃん和骨、クースケ和骨、カタカナマン和骨、和骨。さあどうですか、皆さんのコメントが骨になったか交通になったかね。セージーはこつ。さあということで、読み終わったということで、今日皆さんね、ちょっと皆さんに謝罪をしなくちゃいけないんですよ。皆さんに謝罪をしなくちゃいけないんですよ皆さん今日は皆さんに謝りたいことがあります。
本日はですね、今日はモットーを使ってですね、モットーを使って3匹の赤鬼から逃げるという放送を、するという報告をしたのですが、ところがどっこいのすけ、承知のすけ、スケバンデカ、林家ペーコパーコ、あるいはパーコ、まあカメラ撮って通りゃんせ、マジカルウィンチチャレンジ精神、魔法使いサリリアン、ゲッターロボ V2 なんですけど、アコアコツそんなどうでもいいんですけど、モッドを使って今日配信をするって言ったんだけど、ちょっとモッド使うとなんかフリーズをしてしまってゲームが起動できなかったんですよ。タキワコツなので、申し訳ないけど、今日は3匹の鬼からちゃんと1匹ずつ逃げるという放送を今日はします。なんかフリーズしてしまってできないんですよ。なんか固まってしまって、そうなので今日は3匹の鬼から逃げるということになります。1匹ずつクリアまで、もうガチアイテムーンです。フリーズはだから次なんとかしとくわ。次までにはね、次までにはなんとかしときます。普通のモンストラムということになりますね。日付は超えません。なんなら俺は今日は運が向いている、今日は運が向いているからな、大丈夫だ、問題ない。一匹ずつ脱出、ああそうっすよ、一匹ずつ脱出っす。タケルはこっち、何を根拠に今日は俺めっちゃ運がいいよ。うん、フリーザ、フリーザ様、モッド売り直せば治る。いやーそれができなかったんですよ。ランコはこっち、昨日ね3時間か4時間ぐらいずっとひたすら頑張ったんですよ。今日はね運がないんですよ、運が、そうなんだよ、運がないんですよ。いや日付はまたがないから今日は任して、任して。さあということで、今日はどんな感じでクリアしようかなと思って、皆さんに一つだけ報告がある。デグデン、ドゥンツクドゥンツクツツツクツツツク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 ドゥンディン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 、ドゥッドゥルー。実は皆さんね、なんとこのゲームでまだ一度も試してないんだけど、まだ行ったことない未知の領域に行くことができることに僕は成功いたしました。はい、しかもそれはなんと場所がですね、皆さんここ覚えてますか、ここ俺はここにこう伏せてて、こう俺はここでこう伏せてて、こうこんな風に伏せててさ、こんな風に、うん、ここでこう覚えてます、皆さん、ここの場所、ここになんかラジオがあったりとかして、こうラジオとか置いてあって、こうなんかこうなってて、でここになんか椅子がぶっ壊れてる椅子がここにあってでここになんかこうなんかこう機械がたくさんこうあって、こう機械がたくさんあって、でここになんか兄貴がこうなんか行き来する場所覚えてます、なんかこれ兄貴が行き来する場所、うん、なんか覚えてます皆さん、ここ覚えてる、どんな座り方したい、そこはいいとしてそうあのボートの近くのところなんですよ、上の方、わからなくない、いやこれピアノのおもちゃじゃなくて、なんかそういう、そうブリッジの場所あったじゃないですかそう目の前に机になんか平べったいラジオがあるような場所があったじゃないですか、そこのステージのところにですね、なんと上の方にさらに行ける道を僕見つけてしまったんですよ。ところがですよ、これが見つけてしまったわけだ、机に隠れる、そうそういうとこ、机に隠れるところがあったんですよ。さらに言うなれば、そこでさらに見つけてしまった、操縦室の上に行ける道を俺は見つけてしまったわけだ。あーうめえ、ジャスミンちゃんが、よっしゃ椅子で行くの、まあそれをちょっとね見せてあげますよ今から、ちょっと待っとき。さあということで、今日は3体の鬼から逃げまーす。洒落たもん飲んでるやろジャスミンちゃん。じゃあやります、早速今からやりますね。まあ今日は多分何か神会が起きる予感がする。巨
今日なんか神会が起きる予感がする。うん。最初は誰かな。うまくいく、絶対にうまくいくと思ってるよ。新世界の秩序をぶっ壊さない、任して。その場所は一回だけ見せるけど、登れるかどうかまたそこで見せるわ。お、ユミもワコツ、今日は大丈夫です、任してください。皆さんにとっておきのスペシャリティなゲームを見せて死んぜましょう。あ、コントローラー刺すの忘れた。ちょっと待って、ちょっと待ちくりー、ちょっと待ちくりー。ヒットマン、ちょっと待って、音がちっちゃいんだこれな。ちょっと待ちくりー。お、映った、映った、握手して。はい、はい、はい。今日お盆休みじゃないよ、ちょっと折り返下がるわ。はい、よし、今日はですね、右上にご注文いただきたい。ちゃんとこれは、脱出が成功したら分かりやすいに、ここにチェックボックスにこう、レテンを入れるようにしときました。すごいでしょ、ほら。今まで一番分かりやすいテロップって何？俺がちゃんと作りました。ご注文？ご注文じゃなくて、俺が今日頑張って作ったゲームの、テロップと、あと、注文じゃなくて、なんて言うんだっけ、これ。注文じゃなくて、なんつうんだっけ、これ。なんだっけ。ご注文、俺、オーダーじゃなくて、オーダーじゃないです。なんか、ちょっと待って。オーダーじゃなくて、なんて言えばいいんだ、なんて言えばいいんだ、これ。これ、なんて言えばいいの、ご注目。ご注目いただきたい。バカ、俺じゃねえよ。ちょ、俺を出してどうすんだよ。はい、ミッション、そう、ミッションリストです、ミッションリスト。間違えた。すずはこつ、ミッションリストです。ファンサじゃないです、間違えました。みなせはこつ、なんか見えたの気にしないでください。ファンサじゃないです、これ。違います。今の何？気にしないでください。ファンサじゃないんで。左下にちっこいの、いや、気にしないでください。そこは気にしちゃいけません。はい、ということでね、皆さんね、あ、これで綺麗に映ったね。はい、さあできますよ。とりあえず今日はこのチェックリストにですね、ちゃんとクリアした順にちゃんとレテを入れれば、今どこで何をしてるのかってすぐ分かるようになってると思います。前はこっち、じゃあいきまーす。その前に皆さん、コントローラーをちょっと刺していけ、コントローラーを。見れなかったんで、もう一回お願いします。レテンね。レテン、動作確認用レテンね、レテン。俺レゲーって言ってた今。今日なんかちょいちょい言葉間違えるね。あ、今コントローラー刺しました。あれ、ちょっと、あら、もしもし、あれ、あれなんか音が聞こえなくなった。いや、なんか音が聞こえなくなったくね、解散。いや違う、なんかあれ、音聞こえる、あれ音聞こえる。お疲れ様でした。いや待って、おトラブルだぞ、これトラブルが起きてるぞ。ちょっと待って、トラブルが起きてるって、聞こえない。ちょっと待って、今ちょっと待ってろ。聞こえた？どうすか？聞こえました？どうすか？聞こえましたか？どうでしょう？聞こえましたか？解散ですか？いや、まだです。まだ解散じゃないです。聞こえた？よっしゃ。
じゃあ今プレイステーション4のコントローラー使えるようになりましたんで、すぐに行きましょう。はい、じゃあまず皆さんにどうし、あれ、ちょっと待って、今日運がなかったんじゃなかったっけ。まあ任しとけって今やるから。あ、ちょっと効果、あ、OK、効果てきめんだね。よーし。でもこれプレイステーション4の動作がちょっとおかしくなってるんですよ。皆さんどういうことですか。なんか×ボタンが丸ボタンになってる。なんで。あれ、これもしかしてやっちゃったんじゃねえの。これせせり和骨やったんじゃね。やばいって。これ12時までにあと2時間半。海外仕様になってます、今俺。今あ、大丈夫です。問題ないっす。ただ前にちょっと勝手に動いてる。あられ、和骨。なんか俺触ってないのに勝手にコントローラーが前に行ってる。ちょっと待って。ゆずき和骨。治りました。治りました。さあ、ということで皆さん、今からちょっと見せたいところがあるんですよ。ちょっとみんな、ちょっと見せたいところがある。ゆりちゃんの和骨。あの、さっき言ってた俺がさ、一回だけこれは、新しいとこに行きたいんだけど、あ、今までやった中で、全く行ったことない道が一個だけあるって言ってたの覚えてる、みんな。青ピー和骨。あ、今から見せるから。よく見ててみんな。行くよ。それがね、このステージなんですよ、このステージ。3体同時じゃない、今回はちょっとまあ見てればわかる。まあまあ見といてくださいよ。ここは絶対登ってほしいってみんな多分願望に思うんじゃないかな。それぐらいすごいとこ見つけたんで、みんな。よく見といていくよ。7はこっち。あ、ちょっとまっすぐ走れないな、これなんで。まあ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 、よく見て、よく見といてください。どこだ、これだ。今日ちょっとフラフラしてるけど我慢して二日酔いえちゃんはこっち、ちょっと二日酔いかもしんない。ちょっとフラフラしてる。酔ってる酔ってないです。コントローラーは多分大丈夫。カクカクこれちょっと見てくれる、これいくよ。これ見てくれます、ここ。ここ春はコツ、ここ覚えて、ここ、ほら、これちょっと興味深くない。ここ人間ちゃんはコツ、ちょっとここ興味深くない。ここここ登ってみたくない。上登れんの、ちょっと興味深いよね。やってみる。ちょっと登ってみようぜ。なんか今ちょっとなんか今ちょっとなんか嫌な音してるやついる。ちょっと待って、やばいモンスターいるわ。ビルスが来てるわ。まがまがしいですな、まがまがしいですな。今日もいや、ビルスは今日もまがまがしいですよ。いやでもな、兄貴の方が良かったな、これだったら。
ちょっとこれはやりにくいな、あそこの上に登るのは。初回からビルスは捕獲できてたね、この間ね。こっから見つけるときたまにあるよ。よし、とりあえずこの椅子を4つ向こうに持っていくってことが今回の目標なんです。皆さんわかりますか。じゃ頑張りましょう。あねえ、これ椅子持ってけねえぞ、これじゃあこれじゃあちょっと椅子持ってけねえな。危ねえ、危ないな、それは危ない。せっかくみんなに新しい新世界を見せようってのに、これちょっとこれじゃちょっと4つかビルスだとちょっとなかなかハードだよな。なかなか厳しいぞ。見てこれやばくね。ああ椅子も何個必要なのかも分かってないんだよな、あの新世界に行くには。鳥柄和骨、新世界に行くんだよ。新世界のなんとかんとか、椅子を集めて行こうよ、ビルス行くよ。ドンツドンツドドドンツドンツドンドンツドンツドドドン、ディディン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 。椅子を四つ集めたら勝ち、今から椅子を集めるのだよって。ドンツドドドドドよって、ドツドツドドツドツドンって。椅子を今から集めるのよ、そらそら集めたら勝つのよ、よって。ドドツドンツドよって、ドドツドドドツド。はい、二つ集めた。これ登れるかな、これで。いける？あ、いけそうじゃない？あ！足りない。これ椅子足りないな。あともう一個でいける？あともう一個必要だな、これ。ちょっともう一個椅子持ってこようぜ。あと一個よ、あと一個用椅子を用意すれば。ちょっとめんどくさいところに、あ、ここの椅子使えそうじゃない？ここ、あと一個。あぶら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 、あばばばばばば。さあ頑張れ、ビースが来る前に。さあ3つだったらさすがに登れそうじゃないかな。ちょっと今回新しい心意気なんでね、この上登れたらもしかしたら成功。はい、ほっ、これいけるかな、これで3つ。はいはいはい、あ、いけそう。あ、勝ち申した。いや、多分あと1個でいけるっぽいぞ、これ。これ多分あと1個でいけるっぽくない？なんか今紫色の何かいなかった、今。あともう一個でいけるっぽい。試み、ちょっと待って、邪魔が入ります、邪魔が、邪魔が入ります、邪魔が。あともう少しなんだけど、邪魔してきます、あいつが。読まれとりますね。あ、どっちだ、どっちどっちから来るの。くそ、なんでだ。こういう和骨、あと1個なんですけどね。
あと1個なんですけどね、なんであなたが邪魔してくるんでしょうか。もう少しなんですけどね。あーすごい切り干し大根みたい。煽ったから、いや煽ってないんだよ。俺にたぶんもしかしたら GPS がついてる。今だもーん。見た今の、どう思う、どう思う今の。どう思う、うまくない今の、今のめっちゃうまくなかった。逃げ足だけは速いから俺。この調子だったらワンチャン俺クリアできんじゃね。ね、全然いけるよこれ。椅子があるし、これ全然椅子あるよ。ちょ、道間違えたし。これなぜいけるか教えてくれ。なぜいけるか、いけると思ったからです。漆黒の翼はこつと思うじゃん。いやあれはね、俺いけると確信したんですよ。俺これいけんじゃねえっつって確信を持てました。だから行きました。うん。漆黒はこつ、あれなんか嫌な音してる。あれなんかすごく嫌な音してるけど関係ねえ。俺は堂々と行くぜ。だって俺は堂々と行くぜ。ヨシエが来てる、いけるいける。見てほら、もうこの椅子をね上に持ってくだけでもう俺の任務は遂行されるから、行くぞ。さあどうなるんだ、どうなるんだ。さあ結果は、上に登れるのか登れないのか。あやばいかも、それはやばいかも。一回やり直そう。不安定すぎる。不安定すぎる、それは。はい、これだったらいけそうじゃない。よしよしよし、このままこのままこういって、このまま乗せたら、ほらこれはいったでしょ。ほら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 、あれ落ちたわ。あれ落ちたぞ。これもしかして上穴開いてる説あるのこれ。ですよね。どうなんだあれ。あれ落ちたぞ。いや落ちたっすよ。これどういうことですか。いや、え、どういうことですかこれ。突き抜けんな、あれ、え、やっぱダメ、ダメなのあれ。ダメか。じゃあ、ここはこっち。ダメですか、やっぱダメ。あ、ガムテープ、プー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 。おだまり。屋根はない、なかったっていう設定になるのかな。マジか。俺、いけると思ってたのに、今。もう一回確認する。やっぱもう一回確認していいっすか。で、あれはもしかしたらダメだったかもしんない。あれは。あれじゃない方法で行けば。じゃ、あれ多分ね、真ん中歩くかダメなんじゃないの。さっきだって上に登れてたのはだって見たでしょみんな。っていうことは、上に登れてたのを確認したってことは、もしかしたら、上の真ん中あたり行っちゃったら落ちるけど、端っこだったら実は歩けるんじゃないかっていうシステム。あれ。ね。じゃ、それで行くわ。そう、端から端に渡るんだよ。あれをあれして、あれすれば、多分あれできるんだよ、多分あれで。いくよ？まあ、それ今証明するか、ちょっと見てて。検証します。はい。それが可能だったら、俺だってこれ、すごいところ見つけたことになるよ。ねえ。壁の上は歩けるけど、あ、橋の上は歩けんだけど、それがもし可能だったら、俺すごい逃げ場所を見つけられることになる。その不安定なコントローラーで。お、ジャックはこっち。あれだよ、あれ。あれっつったらお前あれしかねえだろ、あれしか。
ねえみんなね、あれっつったらあれしかないでしょ。こっちか。ただ問題はどんなモンスターかなーと思って。おダークはこっち。ちょっとビルスをやめてほしい。今のうちに椅子を持ってこよう全部。あれ？ここの椅子は？脱出。でも一回検証はしたいじゃんみんな。検証はしたいでしょ。どんな風になるのかなーってちょっと気になるでしょ。この椅子はダメじゃね？もっといい椅子ないの？ないんか。これこっから椅子持ってくるしかないってこと？だからチカチカしてね。兄貴だったら足音してる。いや、また来ました、あいつが。皆さん、あいつがまた来ました。お店はこっち。もっといい椅子あるんですけど、多分ね。ちょっと待って、お兄さん。今回鬼紫だね。でも今、それどこじゃないんだよ。俺は今、椅子を積み上げたいんです。椅子を積み上げたいのに。ああ、やっちょ、ああ、椅子が積めない。椅子積み上げたいのに椅子積めれない。あらら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 らあと1個見つけたら俺の勝ちなのに、どうしてビルスがやってくるの。あったららったらららら、なんか聞こえる、なんか聞こえてる、大丈夫かな。おいいぞ、頼むよビルス。俺のことは無視していいから、お前はお前のやりたいことをやりなさい。そう、これを持ってって。そう、これを持ってくだけでいいのよ。こう。よし、行くぞ。行くぞ。これ絶対真ん中にいるでしょ、あれ。ほら。よし、今度こそ。俺はてっぺん取るんだ、みんな。いずれ俺はてっぺんを取るんだ、みんな。いずれてっぺん取れる？いずれてっぺん越えれ？はい。なんでバランス悪いんだ、こんなに！ティガーはこっち。なんでこんなにバランスが悪いんだ？エリトラで飛ぶべよくね？ブリトラ？優しく積み上げてます。やけくそにはなりません。俺は鳥になります。あと1個。しまった。そんなバカなことがあるのか。そんなバカなことがあるのか。なぜ正面にいたんだあいつ。今日調子悪い。いや。うわ、怖っ。怖すぎる。今日なんか、やたら今日なんか運が悪いよね。激おこぷんぷん丸ドリームだわ。どうしても上に登りたいマンだから、俺上にどうしても登りたいマン、そして上にどうしても行かせたくないマンがいるから。捕獲したからビルス様は怒るかな。タップルでもやってんじゃねえかみたいな感じの出会い方で、今日もかまってちゃんなんだよ。ご飯炊いてらっしゃい。やっと行ったか。まだいるんだけど、向こうにほらまだいるんだけど、ねえまだいる。いなくなりました、皆さん。これでお仕事ができるということだ。よし。
さてと、今のうちに仕事をしてしまおうか。下にもいないし、あとは俺こいつを使って上に登るだけだ。切り干し大根美味しいじゃんね、うん、行こうぜ。俺には今目の前にあるものを達成しなきゃいけないというミッションがあるんだ。全く辛気くせえ話だぜ。こんな命を懸けてまで果たして上に登りてえのか俺は。だが俺はこれをやることによって、俺が今までやってきた本当のいけるー。あ、ここいけんじゃない。ここ取ったらやられるけど、人の夢は終わらねえ。オービルス側の下にいるのか。そうかそうか。おじゃじゃ、俺はここに行こうか。この上の方をぐるぐる回れば、もしかしたらいけるんじゃないか。この上をゆっくりて下に起こらないように行けば。ああ、怖い。それは怖いわ。あれ？よーし、OK だ。俺で行けるんじゃないか。あんまこれを横にこう行くことによって上に行けるんじゃないかっていう。この上をこう。わおーだ、すごいな、おーわ。おいろ、ウイルスが丸い見えだ。だが俺を見つけることはできない。あくみはこっち。俺は見つからねえ。やべえ、待って、立てなくなった。立てなくなりました、皆さん。これ非常にまずいです。立てなくなってる。ちょっと待って。じゃ、ビウスがいる状況で、それはまずい。ビウスがいるところでそこのちょっと詰まるのやめてほしい。立てなくなりました、今。今ほら、ボタン押してんだけど立てない。スタックしました。いや、でもこれは非常にまずい状況だ。いや、まずいぞ、これは。まあね、もうちょっと横の方に行こうか。動けない。動けるけど、ここは多分腰やったわ、これ。膝ガクガク。まあ、チカチカしてるところで多分近くにいんだよな。あ、いなかった。あー、近くにいる。やばい、これ俺わしどうなってんだろう。これどうなってんの。俺どう見えてんだろう、向こうには。これ向こうにはどう見えてんの、これ。あ、よかった。よーさあ、このまま行こうか。では、このまま上にて、押して、こうして。そう、これ、判定が、このままこう行って、こう。こう。いけたー！いけたよ。それで？この後は？こっち？ここに番号があるんだ、これ。ほんで？それで、このまま横に。で、このまま横に。このまま横に。あ。お前ならいける。早く。何詰まってんだ俺は。いけた。見ろ、俺は今てっぺんにいるぞ。こいつは俺の居場所に気づいていない。コンテナの時じゃないけど。いいね。じゃあ俺こっち行くわ。
ということで皆さん、お遊びはこの辺ということで、そろそろ本番に行きたいと思います。よろしくお願いしますね。お遊びはこの辺です。じゃあそろそろ本番に行きたいと思います。さあ、ということで今回やるゲームはですね、モンストラムというホラーゲームになります。こちらのゲームはすごくすごく恐ろしいホラーゲームになります。皆さんがね、トイレに行きたくなくなるぐらいまで本当に怖かった、それぐらい噂されているホラーゲームです。巷では結構有名なんですよ。海外の方ではね、このゲームがほんまに恐ろしすぎて本当にお漏らししてしまったぐらい本当に怖かったらしいんですよ。はい、やばいらしいですよ。ああ、僕はこのゲームをやったことあるけど、でも本当に怖かったんだ。ああ、俺の友達にもやらせたけど、このゲームは本当に怖すぎて、おしっこがすごくびちゃびちゃだ。股間が本当に膨らむぐらいに本当に怖かったんだ。あ、だけど、まあ、僕は本当にホラーゲームが苦手で、でも、本当にこのゲームだけは本当やりたくなかったさ。それはもちろん罰ゲームでやりたくなかったけど、でも友達のユージがやれって言うもんだから僕はやってみたんだけど、そしたら本当に困ったゲームさ。本当にびっくりするけど、でも本当にびっくりびっくり編集済みやこつちょっと待ってね、すぐそこにこれがあるんで。はい、アバス、よしよしよし。で、これ何？いらねえ、これいらねえよ、これ。これいらないでしょ。これいらないよね。今欲しいものって言ったら何が欲しい？何が欲しい？なんかみんな欲しいものある？言っていい？言ってみ？試しに。今何が欲しい？ AK やん。AK ですよ。AK47 だよ。金？スライム燃やすやつ？そうなんだよね。ビルス？ガムテープ？新車？まあ、まさかまさかの、まさかまさかの、ここで兄貴ちゃんが来ました。兄貴が来ました。お兄様です。スプラッシュマウンテン、あれ、兄貴来ましたね。兄貴最後にしたいな。でもなね、兄貴は最後にしたいよね、どうせやったら。やり直す？やり直すか。あーっと、曲がり角でぶつかっちまった。ちょっかい出してたんだけどね。スライムがいいな、最初。あいつ燃やせるし。ちょっと、順番をちょっと変えたいな。最悪ビルスでもいい。ちょっかい出してたらやられたわ。さあ行きましょう。今までのことは全部水に流してもらって。運命的な出会いが、始まる。運命の出会いが。さあ、行こう。さあみんな。見つけるアイテムの順番によっては、あれ、ライター取ったから OK。ライター取ったぞ。ライター取ったよ。見つける順番のアイテムによっては、ちょっと脱出する順番が変わってくるんですよ、順番。よし。さあ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 、何のアイテムがあるんでしょうか。ロメオ和骨。ホイップも和骨いらっしゃい。さあどうだ？ガムテープ欲しいね。ガム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 テープ。でもなんかチカチカしてね。チョコボール和骨、漆黒和骨、チカチカしてね。これもしかして まさか紫の紅芋きた。
バームクーヘン。あ、あ、違うか。これ紅、これ紅芋野郎じゃね。脱出予定はこれ、このアイテムだとどれで脱出するか分かんないぐらい困ってるんだ今。そう、3パターンあるんだけど、脱出方法がどっちかというとタルトの方に近い。暴れ暴れ暴れあーん、わー、おー、ひー、おー、らー、あー、あ、あ、でも来てないね。しかもこれほど。また兄貴だ。またお兄ちゃんが来たよ。ってことは何、ボートで脱出したらもうボート使えません縛りする？ヘリコプターで脱出したらヘリコプター使えない縛りみたいな、その方がいい。あー、そういう感じで来る。これだってアイテム今んとこだってガソリン次の日になるやつ。いやでも俺はできると思うよ。まあ俺クラスになってくると、うん、俺クラスになるとできると思う。やってみる。あ、ほら、ヘリコプターいけるんじゃないこれ。見てこれ、ヘリポート脱出いけるじゃんこれ。原点にして頂点。うん、そう、俺クラス。もうこれヘリポートルートでしょこれ、確実に。ヘリポート、あとチェーンカッターがあったらこれヘリポート脱出エリアでしょ。ヘリポクター。でもチェーンカッターでガソリン出して兄貴がどっから来るかを予測しなきゃいけないから、ちょっと難しすぎるかもしんない。リスクあるぞこれ、ヘリコプターで脱出するんだったらね。ヘリポクター、草、あれで鎖を貯金庫したら俺の勝ちやで。いいですか、チェンカッターを見つけましょう。ゴミちゃんはこっちで、兄貴から攻める。じゃあビルスラストにする。それでもいいぜ。そして最後にあのもう一回登って、もう一回登りたいマン、さっきの上のところに。さあチェーンカッター、どこにあるのかな。チェーンカッターはどこにあるのかな。ほら出てきてらっしゃい、チェーンカッターさん出てらっしゃい。いるのは分かっとるんですよ。あれなんだ、チェーンカッターじゃないか、あれは。どこどこど、これはもしかして来てるんじゃね。これ兄貴来てんじゃね。兄貴来てんじゃね。これ兄貴来てんじゃね。これ兄貴来てんじゃね。これもしかして地獄部屋か、もしかしてヒューズの部屋か。まっ、ま、任せなさい。私には逃げることができるんです。いい走り出せ。俺でもまさかのこんな地元走りとはまさかな。こんな地元で走ってればそんな 4WD みたいな走り方してるやつはすぐに噂につく。まったくこの峠で死んだ走り屋の幽霊でも見てる気分だぜ。だが俺の理論は絶対に超えることはできない。行くぜお前の 4W。 あれ、何言ってんの。さあさあ探そう、探しましょう。あれ、これもしかして、もしかしてじゃね。これもしかして、もしかしてじゃね。これ多分近くにいるよね。探してみんな。あの長くて細くてなんかこう明らかになんか切れそうなものがあるんだよ。ケイスケ、奴は一戦ごとに進化している。
ケイスケ、気をつけろ。あいつは 4WD ランサーエボリューションと同じ4駆動だ。あーっと、それはシュポシュポ、ショーゴはこっち、シュポシュポや、シュポシュポがあったで。ってことはこれ空気入れか。できればさ、ボート脱出はちょっと最後に取っときたいな。なぜかっていうと楽だから。なんかある？ない？頼む頼む頼む。いやー、潜水艦とかのクリアとかもしたいんだけど、でもなるべく なるべく安い方を取りたいよね。卵1パック180円の卵欲しいんだよね。でもなんか1000円以上買わないと1パック1000円なんか180円にならないん。ヘリで逃げる？ビルスはボート縛り？いや、どうしようかなと思って。楽していいの？ヘリコプターで行く？ジェンカッター見つかったら俺勝ちやで。特売狙わなきゃいけない。そうなんだよ、180円の卵って1泊安くない？俺結構安いと思ってるけど。そして地獄部屋来ちゃった、間違って。同時討伐。あーっと、これは潜水艦のパーツやで。これムタバコツ、潜水艦のパーツだ。そしてなんと地獄部屋に来てしまった俺、どうしよう。M 玉160円安っ。俺いろんなサイズの卵入ってて180円で吸い込まれちまった。ここに見つけるんだ、みんな。チェンカッターだよ、チェンカッター見つけて。みんなどう？ある？ない？その代わり卵のサイズが小さいんじゃね。そこなんだよ、ミックスなんだよ。俺結構ね、ミックスの卵焼き、卵を見つけちゃってか、よく買うんだけど、一人暮らしだと結構わりかしその辺で済むんだよ。あーあら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 、早く開けなさいよ、そこじゃないよ。今引き出しに入ろうとしちゃった、今間違えて。潜水艦脱出のが一番難しい、確かに。声がびっくりした、今引き出しに入ろうとしてた。スライム足突っ込もうとしてた。あー、こっち来ないで。眩しい。なかなかいいケツしてんな。いいケツしとるわ、ドラえもんみたいに。どこ見とんねん。どこ見とんねん。あれ小銭でも落としたんか。ドラえもんなんですよ、未来型ドラえもんみたいな感じ。まあ未来だけど、確かに引き出しで未来に変えるとして。僕ドラえもんじゃないです。よし、みんな、奴はいなくなった。それを信じて早く違うエリアを見よう。未来で待ってるぜ。どうにないぜ、上行った。早くこの中に入れ。全く予測不可能な行動をするやつだぜ。やつ、戦ごとに進化している。引き出しの中入りたい。全然離れてないんだ。早すぎて見落とした。いや、一応見てるはいるんだよ。やべえ、こっち来た。あ、眩しいな。ほんま眩しいやつやで、ほんまこいつは。薄っぺらくなれないんだよ。俺は未来型アーマード戦士だから、俺はアーマードファイター。足跡がうるさいんじゃ。よし、いなくなりました、あいつは。兄貴絶対見てて今。エリはこっちで。ところで皆さん、ありますか、チェンカッターは。ありませんね、これ。
これありませんよね。チェンカッターの血の文字もなくね、これ。チェリーチェリーボーイ。チェンカッターねえじゃん、これ。俺何しに来たんだよ、俺ここに。コップしかねえじゃん、これ。兄貴後ろ向いてる、今がチャンス。樋口カッターのある、樋口カッターじゃないかな。よし、兄貴あそこに置いてこう。俺はもう帰る。よし、なんとか脱出できました。すごいっしょ、みんなすごいっしょ。なんだらこれ掃除してるから、これこれ。ヒヤヒヤしたわ。これ本当に脱出できると思う？俺、みんな負けたらどうする？俺どうすればいいと思う、負けたら。そりゃ素早い動きでもするでしょう。あ、これもらっとこうぜ。これはね、十分使えるんですよ。いざとなったらスプレーでシュッシュすれば、多分奴に勝てるはずだ。俺の理論は覆せない。さあどうだ、ある？チェンカッター？24時間配信、クリアできるマンだもんだって今俺。あれだけ椅子を並べる、遊べるのに脱出に手こずる。いやそりゃそうでしょう。ハイラミオン和骨、負けたら話すパテ、どういうこと？新世界に旅立つ新時代のニョ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 。これいつどこで兄貴とすれ違うかマジでわからんわ。リノリノワコツ、高音が出せないんですよ。デレデレデレデ、アドみたいな声出せないわ。あ、いやないね、ここなんもないよ。ここなんもない、何もないとかある？そんなこと何もないんだよ、ここ。天空の椅子。あなた、トトロっていうのね。あなたの名前はトトロ、私の名前はピントロ、あなたの名前はトントロ。兄貴を倒そう。無理だよ、奴に勝てるのはな、誰もいないんだよ。そんな命中。そろそろチェンカッター、これは勝ち確だ。よし、見つけた見つけた、あった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 、当たりました、よし、あったあった、よし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 。あったあった、よし、これでこれクリアできるでしょ、さすがに。チェンカッター見つけて、あと兄貴が来るところを予測して、さあ1回目早かったんじゃないか、これ10時か。よーっしゃ、本当にヘリコプターで行く。俺ヘリコプターが一番大変だから、ヘリコプターで駆除するわ。はいーはいー、日付変わる前にみんな今日多分気持ちよく寝れると思うよね。ここで俺が失敗するわけないじゃん。見てこの仕事っぷりを、見てこの仕事っぷり。メイクの場合、捕獲してからの方がスムーズに脱出。何それ、つまり俺が捕獲しなかったら弱いみたいな。気持ちよく寝かせてやるぜ。見つけました皆さん、ガソリンタンク。捕獲した方がいいってこと？別に捕獲しなくても俺結構スムーズじゃね？ね、みんなね。いや、ミスる気がする。そんなことないって。俺が今までかつてミスったことあるの？ないでしょ。ミスったことなくね？俺が今までミスったことなんかなくね？
あとは電源のスイッチをぶち込むだけや。あ、今田さん、こい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 こピー、左から来るぞみんな。あっち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 、このスプレー缶をピッシャプーシャプー。はい、こっちだよね。はい、そっちだ。プードゥッドゥルはい、こっちだ。ピーはっ、何、あっちだぞ。クソバカな、クソヤツメヤツメ、方向変えやがった。しかしながらそっちは無理だ。はい、残念、こっちですね。はい、お客様、あちらに席をご用意しました。なに、そっち行った。クソヤツメ、進化している。ヤツメなんてこった、進化しているだと、バカなことが。えい、うえバカね、この俺に勝てると思ってるんだ。どうした、そんだけ酒でも無理なものは無理なんだよ。お客様、さっさとお帰りなすって。うあ、さよなら、バイバイだぜ。ま、俺にしたらこんなもんですよ、皆さん。あいつ落ちた。動画じゃないですこれ。ちょろいもんだぞ。最後たくさん遊んであげたら、まあ、ということで皆さん右側をご覧ください。皆さん右側をピコン。どうですか皆さん。まあそういうこっちゃ、皆さんそういうこっちゃですよ。まあ目標は達成された。あと残りは水色と、あ、青色と紫鬼だけだ。でそこでヘリコプターが使えなくなりました皆さん。ということは、ヘリコプターが使えなくなったということはですよ皆さんね、ということは、ボートとあと潜水艦しか使えなくなりました。アイテムがほぼ縛られました。潜水艦とボート縛りになります今度。よっしゃ、このまま気持ちよく終わりたいな。気持ちよく終わりて、次は潜水艦ルートだからもうガソリンとかもいらない。兄貴、いや赤鬼だからこそさ、いやダメだ、いやダメだ、ダメだダメ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 、本当は拾いたいよ、いや本当は拾いたいよ。本当は拾いたいよ。いやでもダメなんだよ、拾っちゃダメだよあれはね、みんなね、あれは拾っちゃダメ。そうそう、それでいいのよ、それでいいの。あ、スライムだ、スライム来た、スライム。うん、ってことはじゃあガソリンも用意して、ちょうどよかったねこれ拾ってきて、これ、うん、ちょうどよかったわ。捕獲、捕獲用ってこと。潜水艦、潜水艦ルートか、もしくはボート、ボートだとは。和骨、今日もしかしてみんな本当にすっきり寝れるかもしんないよこれ。俺は自分を燃やすってことは絶対にしたくないんで大丈夫です。未だかつていろんなものをたくさん自分を燃やしてきたんですけど、今日は大丈夫。うん、倒そう、倒しちゃう。今回はあくまでも脱出なんで。明日仕事だからゆっくり見て、みんなすっきり寝たいでしょ。ビルス潜水艦むずい。
だからなるべくスライムを潜水艦にしたいよね。だってあいつ燃やすだけでいいんだもんね。そう考えると、あたり一面こう、あたり一面ガソリン撒いときゃ、もしかしたらワンチャン燃えるんじゃないかっていう奇跡の世代黒子哲也、ここら辺にします。電池をこの中にぶち込まないと倒せる。よし、まず電池入れた。電池入れたよ。次ここにバッテリーぶち込むよ。はい、だからなるべくここはスライムで行きたい。よし、あとはあれか、パイナップルと切断じゃなくて、なんだっけ、あれクチュ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 音してんで、 ASMR やで。俺は燃えねえぜ。だってガソリンがないぜ。溶接機がない。溶接機が欲しい。溶接機いいね。溶接があれば、パイナップルと溶接があれば、パイナップルのようにスポンジボブスパンズ四角、黄色いボタンは穴だらけ、うわ、スポンジボブズボンは四角。さあ、え、口から火を吹く。いや絶対湧くじゃん、あれ。わっきわきさんですよ、あれ。いつ見ても卵にはなれないよな。ほんとわきわきさんだよ。あ、今湧いた、今。なんか寒そうに歩いてる。なんかめっちゃ寒そうに歩いてる、スラムタン普通に歩いてた今。なんかピチャピチャ。誰かタオル、ブランケット貸してあげて、みんな。なんか来てる。誰かブランケット貸してあげて。寒そうだった今、スライムが。スライムタン、すごい寒そうだった。貸してあげて、今かわいそうだよ。寒いって。サムスン？スンスンスン。やだ。ワキワキさんとか絶対やだ。夏だから押し入れ？ドラえもんか？温めてあげんの？夏なのに。あいつは夏だから震えてんじゃないの？ブランケットびちょびちょになって帰って。確かに。あいつ確かになんか、ブランケットなんかびちゃびちゃし、ネバネバしてそう。さあどうだ？なんかアイテムある？ないね。アイテムを探せ。お風呂沸かす？溶けそう。あ、キッチンタイマーじゃ、キッチンタイマーだ、キッチンタイマー。全部抱きしめて、スライムをギュッとして。全部抱きしめて、君をずっと抱きしめて、全部抱きしめて、ルルルルンルルルルル、全部抱きしめて。あ、見ました、奥さん今の。奥さん見ました、今の。今なんかいましたよね、奥さん。奥さん今いたじゃないですか、今。とんでもないものが。ガソリン1個もないっちゃ、お前どういうことだよ、バカ野郎、この野郎。おい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 。ガソリン1個もないっちゃ、お前どういうことだよ、この野郎。いました、今。今いたじゃないですか。ほら、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 よし。今ね、みんな俺平常心を保ってるかもしんないけど、俺めちゃくちゃ今内心焦ってるから、今ね。
なんかこの回さ、あれじゃない？何探してんの？いやなんかヘリコプターのさパーツだけやたら見つかるんだよ。なぜ？余計なこと言わんと抱きしめあたげて。ヘリコプターのパーツだけやたら見つかるの、なんで？もしかしてギュッと抱きしめてあげてほしい？やばいでしょこれ、ヘリコプターのパーツしかないって。これヘリコプターでこの時逃げればよかったかもしんないんじゃない？ヘリコプター激…あ！ガソリン見つけた。これでやつを燃やせる。潜水艦のアイテムをちょっと今チョイス中。バックハグ頼む。潜水艦のアイテムなんか俺に送れ。潜水艦のアイテムを俺に送れ。これ潜水艦のアイテムある、あそこに。ほい、自分燃やすの？いや俺、いや俺燃やしちゃダメでしょ。俺ダメよ燃やしちゃ。俺はダメよ燃やしちゃ。さあどこだ、アイテムがどっかにあるはずなんだけどどこにもない。なんでなんでなんでなんだろう。早くしろよ、あいつ湧くぞ。お？お？終わった？あ、おい、あいついるじゃねえかよ。あんな和骨、あいついるじゃねえか。今普通に歩いてたぞ今。どういうこっちゃい。おい、あいつ割りに行ったんじゃなかったんかよ。扉を、扉ぶっ壊しに行ったんちゃうの。あいつ普通に歩いてたぞ今。今ぐちょぐちょ俺の頭普通に歩いてんぞあいつ。え、待って、これすぐそこじゃねこれ。ほら今向かってたってことは、これいる、ここに。壊してくれた、壊してくれた、壊してないじゃんこれ。ちょっとアイテムがないですよ。ちょっとラジオしかねえ。このラジオで何をしょっちゅうのこれ。呼ぶあいつ、ここに。ここに呼んでみる。へい。なんかかわいそうになってきた、もしかして。みんな、もしかしてみんなかわいそうとか言うなよな。俺今食われそうになったんだぞ。かわいそう、かわいそう。え、俺今食われそうになったんだよ。味、いじめ、虐待。え、俺食われそうになってたんだ今の。かわいそう、嘘でしょ。焼かれに来たなんてかわいそう。焼かれてる時の鳴き声聞くとシュンってなる。え、いやでも俺食われそうになってたんだよこれ。逆に俺食われてたら、俺ラジオしかねえってこれ。え、逆に俺食われてたらどう思った、みんな。かわいそうに思うでしょ俺が。まあ許して、呼んだくせに。いや俺呼んでない、呼んでない、呼んでない。向こうから来たんださ。姉さんひどいですよ。いや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 、何の音楽これ。え、なんか音楽変わってる。ラジオの音楽変わってんだけど。
俺の命5つあっても相手の命は1個しかない。でもあいつ普通に湧いたぞ。あいつなんか音楽、この音楽初めて聞いたんだけど。新しい曲、新曲出た？新しい新曲来た。これわかんねえ、なんのがこれ初めて聞いたんだけど。壊されました。新曲リリースしたのに壊されました。いなくなった？うちのスライム消えたかな。まだいるかね、これ。これまだいるじゃん。いや、まだいるじゃん。これ気に食わなかったってこと？朝のカフェで流れてそうな曲だったね。いなくなった？大丈夫？行っていい？もう俺行くかんね。知らないよ。いたらみんなのせいにしとこう。ここね。あ、チェーンカッターですよ奥さん。奥さんチェーンカッターっていうかチェーンボルトですよ奥さん。チェーンボルト見つけました。これボート脱出か、ボートの脱出か。これあのジッポの使い方リアルにはできません。確かに。もしかしたらこれはボート脱出か、ボートの脱出、ボートコースってこと。ってことは最後潜水艦ルートになるよ俺。そしたらいっちゃんつらいやつ、潜水艦ルートがいっちゃんつらいやつ。スライムマンの卵気持ち悪い。しょうがないよ。うん、あのカエルの卵が普通にタピオカにしか見えねえみたいなもんでしょ。ボート脱出。いやそれはでもあと何が足りてないんだっけ。ガムテープとしっぽしっぽ。ガムテープがないけどしっぽしっぽは確かあったかな。ララポ。難しいところを最後に持ってくるところさすがや。せやろ、すごいでしょ。しかもこれ場所間違えちゃうっていうね、これね。なんならねえ、レクさんタピオカじゃなくてカエルの卵を飲んでる。いや本体がチンチコチンになり持てなくなります。スライムがぐちぐち言うとるで。あ、今なんか湧いたな。大丈夫、こうすれば。まあ見てろって、よく見てろ。俺の理論は正しい、見ろ。ファイアートルネード。ね、すごいでしょ。ね、すごいでしょ。かわいそう。かわいそう。いじめ？え？いやいやいや、待って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 。待って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 。俺逆に、じゃあ俺が食われてたらみんな俺のことかわいそうって言ってくれる？あ、ハルチャロワコッツ。よいしょ。これをここに入れる。はい。あ、でも俺、シュポシュポ確か持ってたのって前のやつじゃなかった？俺これ。今のはかわいそう。そうでしょ？スライム愛護団体が黙っちゃいないぜ。ないよね。よし、また頑張ろうって言います。あ！シュポシュポってさっきのさ、俺、兄貴編の時に持ってたんだけど、俺今回これ、シュポシュポないぞ。下手すると。ね、下手するとないぞこれ。地下かな。ここら辺全部見てるの俺ね。見てるな。ってことは多分地下だ。地獄部屋行ってないしね、しかも俺。なんなら地獄部屋に
通称地獄部屋。どうすんの？あれ？ 2 個目だ！先輩2個目ですよ、これ。同じの発注したの、これ。誰？同じやつ発注したやつ。誰ですか？同じやつ発注すんなって言ったじゃん、だって被るから。発注ミスですよ、これ。完全なる。完全なる発注ミスですよ、これ。どなたですかる、これ。間違えた。間違えたじゃすみませんよ。ねえ、俺？シポシポの代わりに、誰か発注、勘弁してくださいよ。誰ですか、ミスったやつは。違うとこ置いて隠しとこうぜ。チーナはこつ。俺？ダメですよ、発注ミスしちゃったら。ほら10個ほど。あれ？あー、しまった、これ。あれがない。ヒューズ。ヒューズがないから無理だ。発注ミスしちゃダメっしょ。そんな、そんな、そんなことしちゃっちゃ。かわいそう。俺がな。このとこにヒューズが。こんな偶然ってあるんだな。すいません。ほんと、次気をつけてね、ほんと。発注しといてって言われたから。一個ね。ダメよ、それ。おととい発注したのに、今日も発注。何しとんねん、ほんまに。はい、これなー！自転車の鍵だと。これだけ期待させておいて自転車の鍵、そんなことある？これ絶対ヘリコプター行けたやつやんな、これね。飛行機ルートってこと、これ。嘘でしょ、飛行機ルート行く？今日ヘリコプターで逃げろってこと？じゃあ3回連続ヘリコプター縛り。あ、バカこら。なんだ、俺に遊んでほしいのか。なんだ、ずっとした。邪魔なのか俺。はい、取っていいよ、はい。俺が邪魔だったらしい。かわいそう、かわいそう。いやいや、俺がかわいそうじゃない、今のは。だって、じゃあ逆に、じゃあ俺がやられたらどう思う、じゃあみんな。かわいそうと思うでしょ。うん、あいつ最低ってなる。なんか俺が邪魔だったらしい。なんか俺が太ってるみたいな、いつも通り。かわいそう。ライターもぴょんぴょんしてたやん。喜んどるんじゃ、ぴょんぴょんして。ライターもやったやったーっつって。俺だけじゃないはず。スライム泣いてる。はあ、見つけた。見ろ、みんな。見つけました、ほら。ってことは、あとあれだ、溶接機があったらいける。溶接機ってなんだ。やっとあった、パイナップル。溶接機。溶接機。え、卵はね、やだ。卵焼けんの？焼けない。卵は焼けないっすね。溶接機。唾つけとく？溶接機に？溶接、地獄部屋ありそうだな。ほら。なんか地獄部屋にありそう。わきわき卵くんじゃん、これ。わきわき卵くんだよ。溶接機、ほとんど地獄部屋。わきわき卵くんか。溶接機ないか。ないみたい、溶接機は。地獄部屋行くか。ガチ恋距離卵。ミフはこっち。
溶接機行くか、溶接機。暑い夜だぜ。何かが来るぜ。何かがやってくるぜ。それはスライムなのか、やつはスライムなのか、スライムがやってくるのか。よっこら小学生1年生。スライム、ゆきちゃんはこっち。地獄部屋はどこだ。俺が来るぜ。地獄部屋はどこにあるんですか、教えてください。地獄、地獄、これが地獄部屋だ。ほら地獄部屋、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 もう地獄部屋ですか。ここが地獄、あれ違う、地獄部屋どこだったっけ。俺このステージの地獄部屋ってあんま分かんないのよね。あっちこっち、地獄、地獄。仕事をしてくださいよ、仕事を。スライム湧きました、スライムが湧きました。スライムが湧きました。スライムが湧きました。地獄だから下なんだけど、下に行ってきたんだけど何。ハーズ、ハーズ。スライムが湧きました。スライムが湧きました。ピンコン、ピンコン。スライムが湧きました。お湯沸いたみたいな。で地獄部屋どこなん。いや俺も探してんね今一生懸命。今地獄部屋探しとるんじゃ。どこにあるんじゃ。でもなこの辺っぽいけどね、なんかね。この曲がりく曲がりくねた道の先。ケイちゃんはこっち。ほら、あ違う。あ合ってるわん。俺は見つけてしまった地獄部屋の中に、そう存在していた。ここでやつと、ん？なんかあるな。ガソリンの新タンクか。ガソリンの新しい新タンクを見つけたお。さあ見つけてごらんなさい。そこにあるんだろ、分かっているんだよ。マーガリン食った道の先に、マーガリン食った後の道の先に。全然歌詞合わなかった。スライムを焼きに焼きまくる。さあどうだ、ある。ほら見つけた、俺の勝ち。はい俺の勝ち。明日までになんで負けたか、見つからなかったかを考えておいてください。さあ始めようか、俺たちの本当の戦いをよ。こんなにも、こんなにも偶然ってあるんですか。あとはやつを燃やすだけだ。入り口にたくさんあの油仕込んどこう。さああと帰るだけぞ、みんな行くぞ。どうやろうかなみんな。今だけスライムの味方。いや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 、ヒューズ持ってた。もう実はセッティング済みなんですね。どういう風に焼いてやろうかな、あいつ。どっから湧いてやろうかな。なんかね、湧きポイントがあるんだよな。なんか沸かすポイントがあるんだけど、その沸きポイント自分がどこに、どこなんだかちょっと覚えてないんだよな。どこに設置しとこうかな、ガソリンを。もう全面的に、もう全面的にやろうかな。本格的にスライムを全部焼けるところに全部ガソリン巻いとこうかな。メディアムレアで。よし、大丈夫だ。燃やしちゃうよ。どうだ、俺の例のある場所は。見つけました、さあ行くぞみんな、戦いが始まる。それはもっとすごい戦いだ。でもなんか湧いた今。来いよ、もっと巻いとく。
よし来いよ来いよ。もうこれだけ巻いときゃもう十分なぐらい巻いたわ。あいつが来るのを待つだけだ。あ、間違ってラジオ間違って流しちゃった。くそー、なんてことだ。俺としたことが、失敗はよくあることなんだけど、つい間違えてこうラジオ流しちゃう癖、ほんとどうにかあんないからね、みんなね。あれ、おや、餌に使おう。ぽい、ほら見て、ラジオが踊ってる。音楽戻ったね。来た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 。さあ来い。どうしたんだよ。おいおいおい、どうしたんだよ。なんだよ、どうしたんだよ。なぜそこから出てこないんだ。あいつは何をやっとるんじゃ。すぐそこになっとるんやで。来た来た。俺のやばい、フリーズする、フリーズする。よし、鳴りやんだぜ。今カクカクだった。よっしゃ、みんな行くぞ。あとは電源をスイッチを入れるんだ、みんな。まず俺のやり方はいいか、よく見とけよ。こうで、ここにもこうで、さらに言うなればここら辺にもこう。これで完璧です。いざとなったらそこにこう。よし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 、さあ行くぞ。いつでも自分できる覚悟できてます。またいじめる。ボタン押しちゃえば気のせいさ。えい、計画は計画通りです。皆さん、どっから来てもどっから来ても OK です。さあ来いよ。どっから来ても OK です。あ、どっから来る。来いよ、ほら、そっから来るのか。お前こっちだよ。えい。静かになったね。お、静かになりましたね。何、まだ来たぞあいつ。そんなバカなことか。ここら辺で巻いてしまおう。しまった、ここしかできないだと。嘘だろ。大丈夫だ、このライトが持つ。あれ、かわいそう。いやいや、待て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 や。かわいそうなのは俺じゃない、ないんですか。あれ、来ねえだあいつ。かわいそう。いや、かわいそうなのは俺じゃないの。かわいそう。いや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 、だって俺だってあいつに捕まったら顔噛み砕かれるんだよ、俺のこの頭からこのバイザーにかけて。負けないで、もう少し。今日だけで何回焼くの。2回ぐらい。えい、2回ぐらい焼くの。 YMCA。
いな、怖いな。おー、怖い怖い怖い。怖すぎる。あいつらやっぱ怖えな。さあ皆さん、画面の左に注目いただきたい。順番通りにクリアしておりますよ。順番通りに、順番通りにクリアしてる。次ラスト紫、ごめん右だった、ごめん右です、左じゃないで右です。順番通りじゃない、赤青緑紫になってるよ。これ俺の計算だから、すごくない？計算だよ俺の。ちゃんと赤からやって青からやって紫をクリアしてるっていう。あと切り干し大根のあの紫の紅もやろう。よっしゃ、どうですか皆さん、これが実力です。順調 B ファイターカブトですよ。さあラスト1匹でも、これもしかしたら俺初めてかもしんないよ。だってこれ連続でちゃんとクリアすんの。また俺車の鍵があるんだけど、多分こっから多分ビルス戦が一番多分いっちゃんクロスってやつ、スムーズすぎるでしょ。でしょ、まるで録画を流してるかのような。赤いタルトも美味しい、まるで録画を垂れ流してるかのような、まるで他の人の動画をひたすら垂れ流してるかのような感じのプレーリングスタイルだと思うんだが、どう思うか。だいたいいつも捕まえたり空飛んだり。そうなんですよ。え、実は録画なの？なわけないでしょ。え、まさかの、いや、そんなわけない。そんなわけないでしょ。俺がこんな垂れ流しするわけないでしょ、あなた。え？録画なの？そんなわけないでしょ。録画だったの？いやいや、録画なわけないでしょ。見てください、この実力を。あまりにもすこぶるすごすぎる。見て、これ。これが録画に見える、この動きを。しかもこれなんならこれ紫じゃ ない可能性でできたよこれ。え、いや紫だ。こんなにもスムーズなことがあるのか。打ち合わせ済み。ペコはこっち。これ兄貴じゃね？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 奴は加速した。嘘だろ、あのコーナーリングで加速して、まさか陰のまた陰を突く奴がいるとは。冗談だろ兄貴、あんな奴初めて見たぜ。あいつ加速しやがった。どうなってんだ俺の足は。ロータリーエンジンがぶっ壊れてんじゃねえのか。おい兄貴、兄貴水落と、いやちょっと待って、兄貴加速したよね今ね。なんかアイシールド張りに加速したんだって今。見た今の、どういうこっちゃい。今の見た、そんな兄かよ。あいつめっちゃ加速したもん今。あアイシールドでしょ今の。おらんこわこっつ。そう、ちゃんとレテンちゃんと2つつけたんだよ。いやでもアイシールド兄貴にやられたわ。やばい。
お、成田和骨いらっしゃい。こんにちは。アイシールド兄貴はダメだって。マジで早すぎる、あれは。それは早すぎる。奴は一戦ごとに進化してる。兄貴のさ、その途中で加速すんのマジやめてほしい。お、成田和骨いらっしゃい。本当に厄介な敵だぜ。誤算だったぜ。しつこいでやんすよ、あいつ。ちょっとしつこいでやんすよ。どうしよう、またロータリー兄貴じゃなくて、あの加速兄貴来たら。今紫でやってほしいな、どうせだったら。いや、それはいらない。今俺が欲しいのはそれじゃないんだよ。何が来るんだこれ。次何が来るんだこれ。ビルスっぽいな。あ、これビルスだ。ビルス来たか、ついに。ビルス来ましたわ。来た、ビルス来たわ。ビルス来ましたわ。チカチカしてる。次、ボートでしか脱出できないからね、今ね。ボートでしか脱出できないんだよ。ボートでしか。ボートルルルル。遊ばれたから怒ってんの。頼む、いいものが入っていますように。箱の中身はなんだろうな。お待ちかね、待ちかねビルスです。さあ、スポスポ来た。俺はなんてついてるんだ。みんな、なんて俺はついてるんだろう。これはつまりボートで脱出しろってことかな。ほら、そんなことある。見た、みんな、これだよ。みんな、運を持っている男だよ。仕込みじゃないです。これが俺の実力です。つまり次は来るのはガムテープってことになりますよね。仕込んでないです。仕込みゼロです。これ案外すんなり行くんじゃね。で、これで兄貴来たら面白いよね。ズドズドズドつって。いや、そうならんなよ。なっとるやがい。頼む。さあ、どうだ。さあ、ガムテープをよこしなさい。立派なガムテープをよこしなさい。ビルス。あ。今の仕込みアイテムって何。いやー、もったいないもの。冗談でしょ今のね。冗談だと言ってくれ、みんな。冗談だろうね。これはでも、ここで死ななければ仕込み疑ってた。いや、冗談でしょ。みんな冗談でしょ。あれは冗談だよね。これ冗談でしょ。どんまい？冗談だよ。嘘でしょ？俺の今までのあの連続のガチャ失敗ってこと？冗談です。本気です。どんまい。またこれアイスタックル。待って、どうしよう。これ、あんなに良かったのに。あれなんだ、あれ。あれ何に見える、みんな。リセマラする。ちょっと待って、あれ何に見える、あれなんだこれ、あれ何なんだ。ちょっとズームアップしていい。ん、シポシポか、俺。これ何、シポシポっぽいな。あ、シポシポっぽいな、これ。シポシポだな。シポシポあったわ。
シポシポですね、これ。完全にシポシポです、これ。なんか鳴らすものないな。シポシポはここにあるのか。でもこれビルスじゃなかったら意味がナッシングですよ、これ。シポシポ。ビルスじゃなかったら意味ナッシングっすよ、これ。ビルスじゃなかったら意味がナッシングっすよ、これ。ビルスじゃなかったら意味がナッシングっすよ、これ。でも今のでも今の今の嘘、今のね、悔しすぎる、今のはマジで悔しい。いや、ほんと悔しいよ、今の。本当に今の見た、みんな。だってあれ、だってアイテムだってすぐそこ取って、すぐあれやって、そうしてあれして、あれしたら、だってあれだったんで、やばくね、今の。ビルス、また今回もビルスか、これ。入り直した、スマソ。マジか。でも YouTube って本当にバグるときあるよね、マジで。冗談抜きで。だ、結果があれだったってこと。マジかよ、結果あれだったか、やっぱり。あれじゃ分からんよ、本当に。でも結果あれなんだよ。でもあれしてあれだったんだよ。卵から見る、生まれるとこ見たいです。卵から生まれるとこ見たいです。スライム燃やしすぎた。ほら、きついな。しかし絵面がきついわ、これ。スライムの絵面がきつい。スライムだったわ、転生したら。スライムどうやって生まれるか、ちょっと観察してみっか。スライムタン、わかないな。近くで見たくない。きついわー、ほんまきついな。絵面がきついわ。スライムの卵がほんまきつい。しかも卵がいくつかあるってことは1匹だけじゃないってことだもんね。そりゃそうだね、俺たくさん燃やしてるのやつ湧いてくるもんね。ところで俺スライムだから、これ別にやり直さなきゃダメなやつじゃね、これ。いや、きつい、しんどいしんどすぎる、しんどいわ。あと紫で終わりなんだよ。紫で終わりで、みんな、ついに、ついに紫。あ、ほら、だってまだ 10時57分だよ。10時57分ってことは、これワンチャン12時前に終わって、みんなスヤできるんだよ。あと1時間ぐらいでクリアしちゃうから、このゲーム。そういうことだよね。よかったね、みんな。こっからが長いの。だって今日2匹クリアしてるんだよ。あと1匹なんやで。やばくね。ほら見ろ、こんなことある。見て、見た今の。奇跡が起きてる今、俺。見て、ほら、終わる終わる、絶対終わる。みんな、俺何もやらかさないもん。だって今、だってもうフラグがビンビン立ってるわ。クリアできると確信している。デジャブってる。ほら、こんなにもアイテムが揃ってることないでしょ、今まで。あ、くちゅってる。最悪、くちゅってる。さあ、スライムはどこの扉を開けるでしょうか。当ててください。
どういうタイプ？いや、わかんねえ。なんかこれオッケーなの？これオッケーなの？これ俺全然ダメかと思ってたけど、しまったくそー、見つかんないと思っていたのにダメだったか。そりゃそうか。いや、あのままあいつ上にポーンって行ったらめっちゃおもろかったなと思ってさすがにあかんかったか。そりゃダメか俺がもうスライムを追う側になった。今さあ、今度こそ俺はビルスだと信じて、俺はアイテムを探しに行くぜ。俺はビルスだと信じて、さあ、ビルスだと信じてアイテムを探しに行く男パート1始まりました。果たしてそのアイテムを見つけることができるのか。それは俺の運命は一体どこに、いかに、どこに、いかに、いかに、どこに、どこに、いかに見つかるのか。今度こそラスト、そしてまさかリスナーがあの衝撃のラストを見ることとは、まさに誰も思わなかった。次回、なんとビルス破れる、レインの猛攻撃、絶対見てくれよな。これビルスじゃないかな、次回なイカはどこに。続編、なんなら続編制作決定したんで。山田はこっち。さあどうだ。ほら、しっぽ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 きた、しっぽしっぽきた。ほらね、だから言ったでしょ、早めのパブロンって。これは俺の勝ち確でしょ。さあ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 、あとはどこだ。ほら、チカチカしてるから明らかにこれビルスっぽいぞ。ビルスくせえぞこれ。ほら、ドワンゴドワンゴ落としてるもん。ドワンゴドワンゴ落としてる。絶対ビルスでしょこれ。あ、ビルスっぽいな。ほら、チカチカしてんもん。リーちゃんはこっち。これ確実に俺ビルスだわ。かけてもいいわ。うん、これ絶対ビルス。よし、ついにクリアするか。神回を見せてやるぜ。ほら、いらねえんだ。な、それはいらねえんだよな。今俺が必要なのはそれじゃなくて、ガムテープとチェーンブロックが欲しいんだよな、これな。なんか今変な、おいおいおい、アイシールド兄貴来たって。アイシールド兄貴がねえ、ここまで来といて、それはねえ、バタワサな。ねえ、おい、マジかよ、アイシールド兄貴来たわ。冗談じゃないわよ。なんかいたな、デゲノが今デゲノ後ろにいたな。来た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 、アイシールド兄貴来いよ。
勝負だ。ここの峠をうまく走ることができるやつが最強のサーキット最強なんだって。おお、見せてくれるじゃねえか。まさか地元でこんな走りをしてくれるやつがいるとはな。俺も予想外だぜ。お、インのまたインをつくやつがいるとはな。やるじゃねえか。しかしコーナー3つも曲がりゃバックミラーから消してやるぜ。おお、後ろについてくるか。いいセンスしてるぜ。だが俺に勝てると思ってんのか。危ねえ、加速した。バカな奴め、一体何を。クソ、ここに来てまさかのタイヤの熱だれか。やべえぜ兄貴、まさかこんなにも。だがここは俺のストレートだ。ここも俺のホームストレッチなので、ストーデートでちぎってやるぜ。しかしこいつ一体なぜ俺の後ろについてきてるんだ。一体何が起きてんだ、わけがわからないぜ。あああいつ加速したんだけど、やっぱりあいつやっぱ加速するよね。だって俺正面ストレートめっちゃ走ってたのに追いつかれたってこと、あいつやっぱ加速してるって。あいつ足速いでしょ。いや絶対加速してるってあいつ。明らかにだって俺のスピードより速かったもんあいつ今。いやだってなんかね、なんかタックルみたいなしてくるんだよ、タックル。あれがいっちゃ速い。マジかよ、マジかの赤、マジか兄貴タックル、くっそ、なんていう、どなんていうエンジン積んでたらあんな速くなるんだ。足音速くなってた、瞬速、心速を超えた心速ってこと。ブーストしてたよねあいつ、陸上選手かのように速かった今。みんなスライムタン燃やしまくったから敵討ちに来てよ、来てんよ。だが次はピルスだと信じたい。おっしゃ、いいね、それを待ってたんです、それを待ってた。そう、残り2つのアイテムを探すだけだ。そう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 、チェーンブロックがあったということは、つまりこの後に来る流れはチェーンブロックと、あとはバームクーヘンと兄貴フラグ来る。またこれ、あ、ゆりかごめおやすみなさい。え、このゲームで寝れるの、すごいな。スライム、いやここはビルスだと俺は信じたい。あー、そういうパティンのやつね。シポシポとガムテがあったら俺の勝ち。シポシポはでも大体あの上の方にあるイメージだよね、あのシポシポのエリアは。ということで見てきます、見てきますわ。まったくセンスの塊みたいなやつだぜ。あんなに加速してくるとは、一体どんなエンジン積んでるんだやつは。寝れるかどうか試してみようかと。無理です、それは無理です、寝れません。さあということで、ビルスが来ることを祈りつつ私は作業に入りたいと思います。ビルスさん来るかな、ビルスさん来るかな。うん、どんどん加速して、ビルスさん来るかな。ガムテープありますか。でもこれだけ静かだったら多分ビルスっぽいけどねこれね。兄貴は来ないでくださいね。これだけ静かだったら多分ビルスっぽいけど、これこれワンチャンビルスじゃね、多分これワンチャンビルスじゃね、これワンチャンビルスじゃねえ か、 なんかそんな感じする。ほらチカチカしてるもん。来た、やつが来た、ついにその姿を現したか。来たぞみんな、やつが、やつが来たか、面白い。よし、お前を待ってた、お前を待ってたんだ。
よし来たぞみんな、とうとうこいつと俺との一騎打ちが始まるぞ。さあビルスちゃん勝負だ、俺とお前のサイコキニチスと、俺がどっちが強いか勝負しようぜ。起きて破りの地元走りでビルス、あんまりうるさいと破壊しちゃうよ。ビルス捕獲計画、いや捕獲はこの間したから、兄貴は来ないから大丈夫、安心して。これ違うんだよな。さあ安心です、安全です、ドリーセン。さあガムテープをよこしなさい、ガムテープをよこしまくん。さあガムテープをよこしなさい、それはそれはすごいガムテープだ、とてもとてもいいガムテープなはずだ。なんかいつまで流してんのこの音楽は。とてもとてもそれはそれはすごいすごいガムテープ、ガムテープだだ。さあさあ早く早く、どこだどこだ、ガムテープガムテープ、どこにどこにある、ある、あれあれ、おおんん、おいおい、手こずってん、手こずってん、どこにどこにあるんだあるんだ、落ちた落ちた、おいおい、ちょちょ、そこに、おいおい、パイナップルはいらないんで、パイナップルは、あ、これはなんか嫌な予感するよ、これなんか嫌な予感しない？どっから来るかによって俺の選択肢が、あー、いた！バカめ、あいつ登れない、あいつ兄貴と違って普通にふわってきた、ふわってあいつふわってきた、ふわって、あーとい、テテはこいつ、あいつふわって登ってきて、ふわって、そんなことあるのか、つまりこれは俺を試されているのか、全く悪い冗談だぜ、俺をまさかこんなようなところにおいざなうとはな、だがそれもいいだろう、俺は必ずここを抜け出してアイテムだけ取って脱出してやる、俺にできる、俺にできねえことはねえ、こんなの浅見姉妹さ、よしいいだろう、やってやるぜ、俺の本当の力を見せる時が来たようだ、いいだろう来いよ、お前と一騎打ちだ、だが俺はあいつと勝負するのは嫌なんで隠れまーす。よいしょ。吸い込まれました。力を見せるどころかビルスがやってきてしまって、うわこの聞いてこの低音。これ。やばくねこの低音。やべえ、あいつのケツにつけてえな、これはやべえぜ、怖いぜこの音、しびれるぜ、ビリビリするぜ、あ、やべえ、こっち来た、あいつもしかしたら、絶対俺のこと見たぞ今、怖いよあいつは、怖いな、いなくなりました、いなくなりました、あやつはかわいい、嘘でしょ、あいつまだそこにいるような、ね、紫に光ってんのね、いいだ、目と目があったんだよ、ほらいるじゃんほら、まだ向こうにまだいるんだよ、あれあれで見えてるんですよ、かわいい、よしみんな
見た目に騙されちゃいけない。いいか、見た目に騙されてはいけない。俺は今何を探してるかって言ったら、ガムテープを探しに来たんだ。さあどうだ、こいつまだ下にいるぞ。寝ます、おやすみなさい。ビーストは設定上賢いらしい。なるほど。だがアイテムが何もない。これはどういう状況だ。なぜ何もないんだ。そんなことある。あ、よし、今だ、行くんだ、行くんだ、ジョー。怖い、怖いよ、怖い目う、怖い目う、この部屋怖い目う。ガソリンしかねえけど、どういうことだ。おい、ガソリンしかねえけど、ガソリンと紙と鉛筆しかねえぞ、お前、これ何かけっつんだよ、これで。おい、おい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 、冗談だろ、冗談だと言ってくれ、誰か冗談だと言ってくれ。ここ隠れられる？あ、無理ぽだ、無理ぽ。それは無理ぽだわ。もう終わったわ、みんなこれ。俺もう無理だわ。俺にはこの、あとはどこだっけ？こっちか。さあ、俺はなんでついてるんだろうか。冗談だろ？なあ、誰か冗談だと言ってくれよ。俺はついている、俺はついていた。力を今見せたでしょ。今これだよ、俺の本当の力は。何かを引き寄せる力があるんだ俺には。あの、反対側から借りましょうね。危ないんでね。来た道を戻るのはやめよう、怖いんで。冗談です。こっちから行きましょうね、危ないんでね。あいつ普通にドア開けてた。よーし、見ろよ、完璧だぜ。こんな完璧なことあんのか。あとはガムテープを探したら俺の勝ち確ということになりますけども、よろしいですか。ではガムテープを見つけましたら私は帰りますということで、もうエンディングの、もうエンディング流れる準備できてる今。なんならもう下から流れる準備できてる。エンディング流れる準備できてるよ、もう。よし、よかった、みんな12時までには終わるね。よかったね、みんなね。まさかまさかの12時までには終わるっていうね。あとガムテープさえあったらいいんだけどな。まあそんなガムテープがそんな簡単に見つかるわけがね、みんなね。フラグ？ガムテープがそんな簡単に見つかるわけが。あ、漆黒おやすみなさい。ガムテープがそんな簡単に見つかるわけが。いや、ガムテープがね、そんな簡単に見つかるわけが。いや、ガムテープがマジでほんとそんな簡単に見つかるわけが。ガムテープがそんな簡単に見つかるわけが。やばいやばい、ウィーンウィーンウィーンってきてる。お、怖い。怖すぎる。あいつマジで怖えな、ほんとに。ウィーンウィーンウィーン。
電話来てる。あ、マジで。あ、あ、やばい、こっちに来る。あいつやばい、こっち来る。やばい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 。ガムテープが欲しい。これはヒューズベアだ。さあガムテープをよこしなさい。俺にすごくガムテープをよこしなさい。調子のいいガムテープだ。それはそれはすごくいいガムテープ。さあなんだなんだなんだ、ガムテープがそこにあるのか。まで使ったってのにガムテープが一個もねっちゃどういうこった。一体何が起きてるんだこのゲームに。やたらバックパックだけ取って、なんかやたらなんか所持できるものがたくさん増えただけだのよこれ。ガムテープがないとか一体何をやっとるんだ。どうしてですか、なぜガムテープがないんだ。俺には理解できないぞ。これこっち来たんじゃね。引き出し入ってるかな。引き出し入ってる。引き出し開けてごらん。よし、今だ。さあガムテープ入ってなーい。入ってるわけなーい。そう、入ってるわけないんです。ガムテープなんてそんなものは存在しなかった。なぜだ。なんか俺同じの2つ持ってね。あれあれ、なんか俺同じの2つ持ってね。なんで、え、なんで、あれあれ、なんで俺2つ持ってんだこの同じやつ。発注したの？多分発注したっぽい。これこれ多分絶対発注ミスです。これ確実な、確実な発注ミスです。これやりました。また発注ミスです。今度は僕のせいです。明確な発注ミスです。チェーンブロックしか、チェーンブロック縛りみたいな。おい、ここまで来て何もないってどういうこった。おい、なぜここまで来て何もないんだ。頼む、ガムテープくれよ。ガムテープをくれよ。うわっ、コップしかねえぞお前。どういうこっちゃい。なんでトイレにきれいにコップ並べとんじゃ。この上かな。さあどうだ。ここにガムテープある。ガソリンしかない。ってことはシポシポもある。近くに、近くにシポシポある。シポシポある。ない。これなんか紫色のオーラが、ま、オーラが見える、見えるくね。なに、これは非常にまずいんじゃないか。聞いたぜ、それは早めのパブロン。やばい、早く逃げるか、早く逃げるか、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 やばい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 、殺される殺される殺される、危ない危ない、やだ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 、無理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 、危ねえ危ねえ危ねえ。おいおい、紫出てるから、紫危ねえって。ちょ、紫出てるって、インのまたインをつく、やだやばい、インのまず、おお、インの目が回る、目が回る、めっちゃ目が回る今。危ねえ、今やられたかった今俺。見た今の。これあともう少しで多分俺やられてたよね。そう、一体どこにあるんだ。やっぱりこの辺か、この辺にあるのか。よーく見てごらん。見上げてごらん。何もない。危ねえ、やられたかった。ガソリンしかねえけど、これガソリン、なんでガソリンしかねえのこれ。
なぜガソリンしかないんだ。ガソリンで何をしろと。こっちかな。さあガムテープをよこしな。しぽしぽもよこしな。見つけた。しぽしぽ見つけました。ってことはあとガムテープだけで俺勝ち確じゃね。ね、これ来たわ。もうみんなよかったね。12時回る前に多分終わりそう。よかったねみんな。よし、あとはガムテープだけや。地獄部屋も回ったし、よかったみんな12時までに終わります。よかったねみんなね。いやご苦労様、ほんとお疲れ様。みんなよく頑張った。いやもうそろそろ祝杯あげるかもね。よかったねみんな、よかった。そう今戻ったらいいところ、いやめちゃくちゃいいところで、今からもうねガムテープをさっと見つけてもうクリアっていうところまで行ってます今。よかったね。言うてあと30分、余裕のよっちゃん以下ですわそれは。ほら見て、縁起がいい代物がありました。これ黄色ってね実は縁起がいいんですよ皆さん。うん、もう KP の準備しちゃっていいよ。ガムテープ発注し忘れた。いや大丈夫大丈夫、実は黄色って縁起物なんですよ。よかったねみんなね。だからもうこれはクリアしていいですよっていう神からのお告げが。そうパイナップルって結構ね縁起がいいんですよ。暑いんですねこれね。ちょっと暑かったねこれね。縁起がいいんですよパイナップルっていうのは。すごくそれはそれはとてもすごく縁起がいいもんなんですよ。なんか江戸時代の時にパイナップルをね草の方から食べたらその人がお金持ちになったとかなってないとか。あや、そうなの。いやわかんない。江戸時代って言ったよ俺。江戸時代ね、江戸時代です。危ねえっすな、それは危ねえっすな。熱いっすなそれは、それは熱いっすな。え、江戸時代です。おい呼ばれとるのか俺は。なぜここに来たなあ俺、ここなんで来た、ここに呼ばれとんのか俺。これさっきからガソリンしか見てねえけど。バナナも縁起いいんですよ。そうなんですよ、江戸時代の時にねバナナを食べた武者が言ってたんですよ。侍がバナナは本当にうまいでござる、拙者は流浪にまたバナナに流れるでござるよ、言ってたんですよ。スチームマジそろそろ危ないよね。いや本当それ。あーここもないのか。なぜゆえここもないんだ。バナナに流れる、そうバナナ流しなんですよ。バナナナナナ流し言えねえ。バナナナナナ流しスーパーバナナ流し。くそ、あとガムテープがあったら俺の勝ち確なんだが、ガムテープがなぜそこにないのかよくわかんない。そうバナナがバナナがないでござる。どこにあるでござるかバナナが。なぜバナナがそこにないでござるか理解ができるよカルドノ。なぜバナナがないのかよくわからないでござる。拙者はバナナが欲しいでござるよ。ガムテープ、あここは行けてない。いいね。さあさすがにあるだろここまで探したら。違う、あれはキッチンタイマーだ。さすがにあるやろここにバナナが。なんでないんだよ、どうしてないんだ。引き出しに入ってんのか。どうしてないんだそこにバナナが。おいあいつ来たぞ。いよいよこいつに来たか。なんでないんだそこにバナナが。
バナナがない。どういうことだよこれ。あ、くそ、ここまで来て無念か。バナナがない。なぜ。バナナたっぷり、チョコたっぷり。くそ、どこにあるんだバナナ。さあ探し出せ。これだけ探してもないなんてなぜだっすか。買いかけとこ。なぜないんだ。ガムテープがなぜ見つからないのか。なぜですか皆さん。バナナ、チョコバナナ食べたいの。チカチカしやがって。くそ、最後までチョコたっぷりやで。ほんまにバナナ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 、やばいって。あと30分でキリつくのこれ。ほんとにこれビルス戦が一番時間かかってんじゃないかこれ。そうだ、マックに行こう。何一人でドラえもんのチョコバナナアップルパイ食おうとしてんの。やばいってこれ。みんなあと30分で、果たして俺はこれクリアできんの。ちょっと余裕だって言ってたよ。いやでもこれあいついなくなったな。このエリアにどっかにバナナじゃなくてあるんだよ、ガムテープが。あーれー、それはなし、見つかってしもうた。わい見つかってもうた。わい見つかってもうた。よし、見つかるごとに難易度高くなるんで。そうなんだよ。あ、じゃあ隣のロッカーを開けたってことはこっちのロッカーを開けることはまずないから大丈夫だ、安心しろ。信じらんないけどこれかけたら美味しいよ。みんなあげる。ドラム缶が置いてある外の場所で行きました。あそこからあそこで行ける司令塔の司令室みたいなところ。まあごめんちょっと待ってて、今それどこじゃねえ。締め肌。よし、よかった、なんとか逃げ切りましたわ。危なかった、やられるとこだった。危なかった、なんとか逃げ切りましたわ。よし、なんとか逃げ切りました。ただあいつと同じエリアにいるのはちょっと正直避けたい。行くぞ、行けんのか俺ね。ここのエリアの、このエリアの階段がどこにあるのかわからん。おいおい、地形地形地形な地形な。おい、これまだ階段にいんな。ここでやられるわけには。行くぞ。あそこ開いてないぞこれ。まさかここにあるとか、そういう奇跡の世代黒子哲也みたいなことある。さすがにね。なんかなんでこんなガソリンばっかり俺に押し付けてくんのね。どういうこと。今慎重にことを運んでいる。なんでこんなに俺にガソリン押し付けてくんのこれ。どうなってんの今これ。教えて。俺にガソリンを押し付けてくるのこれ何なの。教えて。
ない、全然ない。これだけ探してないのはなぜなのかがわからないのよ。どうしてこんなにないのか全くわからないのよ。やっぱり地下なのか上なのか、上なのか地下なのか、いや地下なのか上なのかな、上かな。特売ビルス燃やすの。でもビルスって確かあれじゃなかったっけ、ヌルヌルしてるんじゃなかったっけ。ここにありそうじゃないこれね、絶対ここあるでしょ。なんかそんな感じがする。鍵だ。くそ。これ多分あれじゃない？冗談だろ、冗談だと言ってくれ。なぜ俺はここで。くそ、探し物はね、ガムテープです。お、森節和骨ガムテープが欲しいでやんす。わい、ガム、あ、わい、ガムテープが欲しいでやんす。わい、ガムテープが欲しいでやんす。チェーンブロックがなぜか2つあるというよくわかんない現象。見つけにくいものですよ。バームクーヘンがあったら俺このゲーム勝ち確なんだよ。でもなぜか勝てない。あ、やばい、あと20分しかない。早く20分でケリをつけてみんなをスヤさせてあげたい。みんなを安らかな、安らかな夢へと誘ってあげたい。トゥ、お先におやすみなさい。いいのか、今寝てしまって。ツヤさせてあげたい、みんなを。カバンの中ツヤ仕掛けてた。ラジオがあればいいんですよ、ラジオが。そうすればあれは破壊した先に絶対あると思うんですよ。ほら、こことか怪しさプンプン丸ですわ。あれはでも AK-47 だな。ラジオが欲しい。カバンの中も机の中も探したけど見つからない。なんでこんなに見つからないもんなんなんですかね。理解ができません。やっぱ机の中入ってます、この中に。この中入ってるってことがまず あってたまるか。一瞬出てた。おはようございます。これガムテープじゃねえもんな。睡魔と戦ってる。待ってなさい、今ちょっと今奇跡見せるから、もう少しで終わるからね。もうここでガムテープがひょって俺のところに現れてよってやってくるから、そしたらもう俺の勝ち確ですわ。そうなんですよ。あと紫ガムテープ、寝落ちからおはよう。今、え、今起きた。ガムテープ、あー、私は見つけてしもうた。ガムテープというものを見つけてしもうたがや。私は今ガムテープというものを見つけてもうたわ。これはもう勝ち確ですわ。ほんならじゃあささっとちょちょっと行きましょうか。みんな長らくお待たせしました。今からこのガムテープとチェーンブロックを使うて今からクリアへと誘いますよって、迷う見とけや。あないな、紫のね、紫のなんかつくなにだか切り干し大根だかようわからんやつにうちが負けるわけあらへん。ほなら行きましょうで。ほんならこっからガツガツ行きますよって、まあ見とけや。なにわの毘沙門天言われたこのわしの力を見せてやるさかいの。はっは、まあわいがやられることなんざまあありえへんちゅうわけですわ。ほな行きますし。いやいやな、予感などせん、わい一発で仕留められる自信しかありませんのですわ。ほな行きますし。さあさあさあ、
ほなほな行きますぜ。みんなよう寝れるようになりますぜ。よかったっすな。ようこさんすわ。おないなわいわ。怖え。これ怖いさ、これは。ちょっとこれは無理はやめ、無理すんのやめましょう、皆さん。無理すんのは。ね。無理すんのやめましょう。あのね、無理だけはいけますよ、無理だけは。お、消えたか？いなくなったか？いや、まだいるのか？いや、まだいるな。ひよった？いや、ひよってないんだけど、やっぱ一応、ほら、いいもの見つけたし、なかなか、ね、俺なんか変な音聞こえるし、なんかブオーっつって。一応置いとく、ここに。はい。置いといてあげる。ひよってるやついる？今日から。親指そんなだったっけ？そうよ。そうよ、母さんも長いのよ。よし、いなくなったかな。行っていいですか。行きますぜ。ほら行きますぜ。待って、ちょっと待って。行きたいの山々なんだけど、この上の階段に行きたいんだけど、階段どこ？階段はどこ？今慎重に今行っとるんですよ今。え？どっからどっから行くの俺。どっから地形めっちゃ地形めっさ地形。ラジオがあったらそっちに行かせるんだけどね。あいつの居場所がわからない限り何もできない。いなくなった？いなくなりました。いなくなったっぽいですよ。これはラッキーじゃないか。安心していいんですか？黙りなさい！あと18分。余裕のよっちゃん以下ですわ。仕事をするだけだ。簡単だ。シポシポするだけだよ。ガムテープピーやってシポシポするだけで簡単なお仕事だっすね。あ？何今見つかったもしかしてこれ。もしかしてY見つかってもうたか？Y、もしかして見つかってもうたか？おい扉閉めんなよ。嘘だろ、今扉閉まってた。危なーい。危ねえ今。なんで嘘だ。嘘だ、そんなことあるのか。あいつどこにいたんだ今。嘘だ。あいつ今どこにいたの今。後ろにいたのかな。嘘だろ。いっぺんまたやり直し。嘘だ、マジかよ。あいつどこにいた今。あいつ今どこにいたの。いなかったよね。俺隠れてるとこ見られてたのもしかして。おーい、これ12時超えるぞ。後ろにいた今。せっかくようやく見つけたガムテープが消えました。
いなかったよな。マジか。あれ後ろにいたのか。ガムテープが消えました。一生懸命探したガムテープがありました。ビルスがいいな。ビルス来ねえかな。ビルス来ないかな。ビルスタンが来ないかな。ビルス、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 早く来いよ、ビルス。ビルス、ビルス、来いよ。ビルスは来いよ。ビルスが引き続き来いよ。ビルス、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 来いよ、ビルス。さあさあ、ビルスタン、おいでよ、ビルスタン。こっちにおいでよ、ビルスタン。ビルルビルビルビビルビビビルビルビルビビルビビルビルビビルビルビビルビルビルビビルビビビルビルビルビビルビビビルビルビルビビルビ。どこからやってくるの、早くおいでよビルスタン。あ、今なんかカシャ落とした。最悪最悪。またお兄ちゃん来たんだけど、これもしかして、これてっぺん声確定。お疲れっす。これもう、これ兄貴で船脱出ダメ？ダメか、やっぱダメかダメかな、やっぱり兄貴でボート脱出ダメ？やっぱダメ？ダメですか？やっぱダメだな。ダメです。ダメですか？ダメですか？やっぱダメですか？ダメです。やばい、チェック表にチェックつけたい。サクッとやり直す？サクッとやり直すか？じゃあ、潔くやられる。なんで追いつかれた今。俺の方が早かったじゃん今。くそ、なんでビルス出てこないんだ。なんでビルス出てこないんだ。なぜビルスでか出てこないんだ。出てこいよビルス、出てこい。早くビルス出てこいよお前。おい、さっきいいし、おい、さっきも頑張って見つけたのに。バックハグでも逃げる。せっかく見つけたのに俺がね。え、せっかく見つけたんだよ俺。またこれ見つけ直しじゃん。今ランダムでやってんの。せやで。わい、ランダムやで。最初から。さあ、ビルス来い。ビルスが出てくるという前提で今からアイテム探します。ビルスが出てくるという前提でアイテム探します。鬼ガチャです。さあ、ビビビビルスビルスビルスタン。なんでそれなの、よくわからない。あ、どうやらスライムタンです。スライムです。ビルスではなかった。スライムでした。クソ、なんで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 だよ。もうやられるのは簡単だった。あいつ燃やしすぎて怒ってたね今ね。引っ張ったからだもん今。あと11分。任せろ。大丈夫だ。次こそビルスだと考えて、ビルスだと仮定して今からアイテム使いに行きます。さあ、探そう。大丈夫だみんな。ビルスは必ず来る。必ずな。奴は必ず来る。俺はそう信じている。絶対に来る。俺は奴と何回も戦ったことがある人間だぜ。奴なら必ず来る。絶対にな。ビルスは絶対に来る。絶対に来るぞ。ビルスは絶対に来る。奴は約束を破らない男だ。このままにも朝まで寝れませんでした。いや、いける。絶対にいける。ビルスは来ます。
絶対に行きます。約束したよ、男と男の約束をな。絶対明日来いよって言った。うん、大丈夫、ビルスしか来ないから今日は任して。兄貴は来ない約束だ、ビルスしか来ないから大丈夫。こっちか、ビルスって男なの？いや、今日来る予定なの。今のうちビルスが来るということを仮定して。なんでアイテムがないんだ、なぜアイテムがないんだ、どうしてなんだ。ビルスはすぐ裏切る。いや、来るね、あいつは来るよ、絶対行くって言ってたもん。ほらほらほら、なんかもうビルス来そうな勢いだもん。見て、足音も聞こえないし、ぐちぐちも聞こえないってことは、これやつは絶対来るでしょ。これたまにアイテム全然ない時ある、まさしく今それだよね。これさあ、仲良し、さあビルス、君が出てくるというふうに俺は信じて、君のためにアイテムを探すよ。これは違うな、こっちか、君のためにアイテムをさ、ね、言ったでしょ。そんな気がしたんだよね、言ったでしょ、そんな気がしたんだよ。あれ、欲にくらみました今欲にくらんでしまった。いや、あのシュポシュポが目の前にあったんで、それどうしても拾いたくて。せっかくやってきてくれたのに。いや、もう今ちょっとあれ拾わなきゃよかった、俺シュポシュポ。いや、もうアイテム欲しすぎちゃって、もうシェアする準備してる。待って待って待って、まだまだ待って、もう少しで多分次もビルス来てくれると思う。約束しといた、今さっきやられる時に明日持って言っといた。くそー、ここでせめてビルス戦を終わらせないと、いつまでたっても終わんねえぞ、マジ1時過ぎるぞやばいって、もうビルス頼む、もうこの回で来て。 KP のジュースちょっとそのまま冷やしとこ、明日早いから。ちょっと待って、俺も明日早いんじゃ、眠気が。待って待って待って、もうちょっとで終わるから、せめてあと10分待ってください。今頑張って、今1時、大丈夫、大丈夫。あー、でも足音聞こえないし、ビチビチしてないから、ワンチャンいけるっぽい。よし、いいぞ、ビルス来るぞ、これビルス間違いないです、ビルス来る、ツブスビスブスブス、これ絶対ビルス来る、ブスブス、これビルス来る、ブス、いける、絶対これビルスクルスブス、いけるいける、これビルスクルスほらね、言ったでしょ、絶対やつは裏切らないって言ったんだよね、言ったでしょ。よっしゃ、あいつは来てくれた、あとはその来てくれたということで、あいつ来てくれたぞ、よし、いいか、みんな絶対に裏切っちゃいけない、あとはこれを、奇跡が起きた。よし、あとはシュポシュポ、ガソリンはいらないんだよね、シュポシュポが欲しいな。さあ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 、それじゃないんだよな、いらないんで、それはいらないんでやんすよ、それもいらないでやんすよ。欲しいのはガムテープと、欲しいのはガムテープ、それはいらないんだよな。なんかガソリンばっかり見つかるの、何なのこれ、これガソリンに好かれすぎじゃね。それもいらない、それもいらないんでやんすよ。なぜ、このままでは、このままでは、このままで俺終わっていいのか、いいのか、このまま終わってしまって。
上上がってきた、上上がってきた、上上がってきた。今だ、下に行け。やってみせろよ。よし、いけるいける。よしよし、さあさあ、ビルス、慎重に行けよ、慎重に。いいか、決して焦るんじゃないぞ。深呼吸をするのです。深呼吸をするのです。焦ってはいけません。一つのミスが全てダメになってしまう。それじゃないんだな。こんなにもボートのものが見つからないとは。やってみせろよ、マフティ。さあ、それじゃないんだよ。これっきり、これっきり、もうこれっきりですか。シポ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 欲しい。もうシポシポが欲しい。シポシポがない。さあどこだ。さあ見つけ出せ、みんな。さあさあ見つけ出すんだ、みんな。そう簡単には見つからないものかもしれない。いたらかけるんだ。これコップ、それコップね、それコップね、それコップね、それコップで、もう一個は、もう一個、それはコップね、それコップね、それコップね、それコップだからね、コップだったね。でこっちはどうだ。ここはさすがになんかあんだろう。冗談だろ。ここはなんかあんだろ、さすがに。冗談だろこれ、冗談だろ。だから冗談だって言ってくれよ。冗談すぎでしょこれ。やばい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 、このやばい、やられるやつのサイコキネシスによって。おお、危ない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 。おお、怖い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 。ところがどっこいのすけ、地獄部屋に行ってきましたけど、皆さんすぐ帰ってきました。あの、何もなかったです。何にもなかった。今日この頃とてもとても何もなりませんでした。はい、報酬はゼロ、報酬はゼロ。とてもとても何も見つかりませんでした。どうしてですか。なぜ。何でもないようなことが幸せだったと思いました。上行くわ。ダメだ、こいつ下にいるわ。よし、ここ探すぞ。何がある。何もない。もう12時です。皆さん、残念なお知らせですが、皆さんが寝れる時間を過ぎてしまいました。だが俺の戦いはまだ続いています。頼む、何かしら会ってくれ。何もないなんて。おい、チカチカしてるって。もうチカチカしてるって。もう何もないなんてそんなこと言うなよ。せめて何かあってくれ。何もない。そこにあるのコップだろ。なんでコップが挟まっとるんや。どうして何もないのか。なぜ何もないんですか。あ、ヒューズベアじゃね。ヒューズベア、ヒューズベア見つけました。ヒューズベア。コップがシンデレラタイプ。彼女にコロナ移してしまった。それは悪いやつだ。何もない。何もない。くそ、なんで何もないんだよ。
12時になりました。なんてことでしょう。何も成果が上げられてません。滝から何も成果が上げられていません。コップしかありません。どこもかしこもコップだらけ。ありえへん。どこもかしこもコップだらけです。こんなことありますか。そっちこっちコップだらけで、あぶねえ。この勢いで下行こう。あぶねえ。え、時間差、そんなことある。時間差、え、ブリッジ時間差、そんなことある。え、やばいって、もう何もないって。これ近くにいるんじゃね。これやばい、あいつ降りてきたでしょ絶対。これ絶対あいつ降りてきた。ほらこのクラス明らかに絶対降りてきたでしょこれ。ここまで来ると、あ、みんなこれ絶対降りてきたと思うじゃん。これ違う、これライトがただ切れかかってただけっていうね。これね、ほらなんやねん。もうちょっとハラハラしたわ。ちょうど1年前に。コップは？コップ探してるんじゃないんだよな。じゃあなんか俺もね、正直なんだと思ったわ。さあ見つけろ。あー、チェーンブロック、それは助かる、まだ助かる。あー、それはすごく助かる。みんなチェーンブロック見つけました。あと2つです。あと2ペア。チェーンブロック、コップはいらない。いやー、そのチェーンブロックは助かるね。みんな腕いいね、それは助かる。まず1個。まずゆっくり焦んないで、焦んないでゆっくりいきな。まずチェーンブロック1個見つけました。これがいい成果だよ。そうそう、ガムテープはどうせそのうち見つかると思ってるから。よし、いいか、ここでこけたらもう俺はもう泣く、もう泣きます、ここで負けたら。さあ探そう、ほら、しぽしぽ見つけたんごよ。ということはこの流れはガムテープがあるよ。ふわふわ、ガムテープがあるよ、どっかに。ふわふわ、ガムテープがあるよ、どこかに。ふわふわ、バームクーヘンが見つかりますかね。先に寝ます、おやすみなさい。いいのこれ、クライマックス見れないの。いいの、クライマックスヒーローズ始まるよ。油断大敵。いやいやいや、ガムテープは見つける。よし、ちょうど1年後の前にクライマックスヒーローズ始まるよ今から。明日お休みなのでおやします。もう終わりよ。いいの、今見なくていいのこれ。もうエンディングだよ。スタッフロールが準備してる。もう行っていいっつって、もう行っていいかっつって、もうスタッフロール準備してるけど、いいの。アコワコツこんばんは。いいの、頑張れ頑張れ、さあみんな頑張れ。お、もうゴールしていいんだよね。もうサライが流れてる、サライがもう流れ始めてるよ急に。さあここにガムテープありますか。嫌な音してる、すごく嫌な音してね、ブンブン落としてね。これもうそろそろやばいんじゃね。これ上行かないと。30分さらい流れてます今。時をかければ今を乗り切れ、あと少しだけ待ってね、今旅立つ。
あれとあれとれ、それはそれとて、あれとそれ、それとあれと、あれがあれして、あれであれです。でもこれラストチャンスですよ。あれチカチカしてんな、もしかしてえぐいことになってる。お、いいね、これか。よし、大丈夫だ、みんな慌てんなよ。いいか、慌てんなよ。いいか、こういう時は慌てたやつが一番負けるんだよ。いいか、これはみんなと手と手を取り合って戦うんだ。これは油断したやつが大体負けるんだ。大丈夫だ、俺たちはやれる。俺たちならやれる。みんなで協力してクリアするんだ、このゲームを。大丈夫だ、問題ない。大丈夫だ、問題ない。みんなで手と手を取り合って戦うんだ。さあ、大丈夫でしょう。ドラマいいね、いいぞ。地獄部屋は何もなかった。地獄部屋は本当に何もなかった。なぜ地獄部屋に惹かれてるのか分かるか。俺が毎回ここに行くからこうなっちゃうんだよ。地獄部屋には何もない、うん、地獄の部屋には何もないでござる。ここは何もないね、うん、何もない。よし、ただスチームを止め回ってるだけだ。これ誤算だったぜ。どうしても地獄部屋に行ってしまう。なぜだ。地獄部屋に行ってしまう癖をどうにか直さなくてはいけない。行きたくて行きたい時になぜ行けないのか。あ、チカチカしてる。それまずいんじゃないか。チカチカはあかんで。やっぱり部屋の中か、これ。ちょっと部屋探すか。部屋を探そう。あれじゃないの？どれ？あれ？やっぱあれか。地獄部屋に呼ばれる男。でももう少しなんだよ。みんな、もう少し。もう少しで終わるんだよ。どっかで見逃し三振スリーアウトチェンジしてる。絶対なんか俺見逃してんだよ、これ。ガムテープだけ見つかんない。これか？違う、この部屋ではない。ガムテープだけなんだ。あとさっきもう少しって言ってたけど、もうちょっと、あと2分ぐらい。ガムテープ見つけた、やった、じゃあ行くぞみんなっつって調子に乗って、あー、なんで、くそったるー、最悪だ。ガムテープさえあれば、あんなカメラごときに俺が負けるわけないんだ。カメラが、あんなもうストップノーモア泥棒みたいなカメラに負けるわけがないんだって。俺がもう一回下見てみる。ドン、やはりどっか、ほら開いてない。ってことはここにはあるわけがない。このエリアよく見てねえぞ。ほら、これはもしかして傷ついたのはあなたのせいよ。強い女のうるじさと抱きしめて抱きしめてるるんで、それはいらないんですね。それラジオですね。それはちょっとラジオはいらないですね、それ残念ながら。ちょっとせっかくいい場所見つけたと思ったのに、ガムテープじゃない、ラジオなんですね。それは、そのラジオはいらないんですよ。ラジオはちょっと、男とこれ
これ違うな。このエリアよく探してねえぞ。これこれは、この扉は、扉の向こうに何かがない。くそ、なんでこれは、この扉はガムテープがないね。なんでこんなにガムテープがないんだ。どうして、なぜ、あ、は、おい、引き出しの中に入ってるっていうパターンなんてあるんですか。若時吉、いらっしゃい。つまりそれはマジで、しー、勝ち確だ。いけるぞ、いけるぞ、勝てる、俺なら勝てる。勝利の女神が俺に微笑んでいる。てか引き出しに入ってたことなかったんですよ、今まで俺が開けてきた中で。クライマックスヒーローズ、ここで完結。行くぞみんな。よし、大丈夫だ。焦るなよ、いいか。仕事ちょっとするだけだぞ、ちょっと仕事するだけで勝てるぞ。よし、こっちだ。さあ扉を開けるんだ。そしてチェーンブロックをぶち込め。そこじゃないんですよね。いいか、焦らないでゆっくりやるんですよ、いいですか。よし、で、そう、シュポシュポして。今違うとこに入れようとしてた、最初の。よし、さらに言うなればこれを、そう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 、それでいいんですよ。おらーい、おらーい。ちょっと待って、これもうちょっと、もうちょっとこっち、おらーい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 。届かないんですよ、もうちょっと手前にしないと。オッケーオッケー、オッケー、おらーい、おらーい、おらーい。つけられるでしょそれ。ちょっと、あんた何してんの。やばい、チカチカしてるって。早くつけられるでしょそれ。あんた早くしなさいよ、あんた。やつがやってきてしまった。やばいやばいやばい、来てる来てる来てる。復讐事件、やばい、もうやだ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 。ここで負けたくない、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 負けたくない。最後まで下に下ろしたい、最後までチョコたっぷり。反対側に出ればいいんだ、そうだ。よし、こんないらないもの全部捨ててやる。コップだけ持ってれば、いやこれだけ持ってれば十分だ。よし、みんな反対側に逃げればいいんだ。よし、いいぞ、いいか、焦んなよ。もうちょっとフックを下に下に下げればいいだけの話なんです。うわー、スワッツファイト。地獄部屋にいずなわれてるんですか私は。これダラーンとさせなきゃいけないんですよ。地獄部屋にお呼ばれされてるんじゃないんですか僕今。これついている何かが、やつはもしかしてこっちに近づいているのか。やつはもしかしたら闇の住民なのかもしれない。見ろ、向こうからまがまがしい魂がこちらに近づいているではないか。もしかしたらやつは俺の何かを探っているのかもしれんな。だが俺はやつの目を引いて、俺はここに行くぜ。やつがそこにいるのかと思ったら、俺はすぐそこにいた的なあれのやつだ。そう、俺は行くぜ。
今すぐこれでようやく行けるはずだ。さあ下まで下ろすのです。そう、下ろし線、下ろしてください。そしてこれをこうして、さらに言うなればこれをお、あ、あーいだ、ちょいちょいちょい、オッケーしょ。で、上に上にタラリンコ、はい、横にトロリンコと、はい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 、ちょっと来てるって、これ来てるって、チカチカしてる、チカチカしてる、あーなんか来たー逃げてー、逃げて、お願い、ここに隠れさせて、無理だ、大丈夫です。ここの、ここを見つかる確率は 0.025% ぐらいです。私の恋は未来の風に乗って走るわ、ああ私の恋は未来よ、ルル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 ル、私の恋は、どっち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 、断平だわ、マジでマジで本当にわかんねえアニメの名前出したわ今。どっちから行く、どっちから行く、下か上か、上か下か、下上だ、見えない、どっから来る、どっから来る、下上、よっしゃよっしゃ、来た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 、いけいけ、ゴー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 、いけいけ、下ろした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 ぞ、あーすごい効く、それはそれは効く、よしこれは勝ちでしょ、さすがにさすがにこれは勝ちやろ、やったー、これは勝った、勝ち申した、皆さん勝ち申しました、勝ち申した、よっしゃー、あーあーすごい勝った、あーすごい勝った、これはそれは勝った、それはすごい、それは勝った、それは勝った、それは勝った、よかった間に合ってよかったよかった、気持ちいい終わり方だぜ、完全勝利でしょこれは。
完全勝利でしょ。いや、よかったぜ、みんなクリアしてやったぜこれですっきりみんなスヤできるんじゃないか。よかった、いやマジでよかったわ。もう赤青紫全部制覇したぞ。やっと寝れる。これでみんなスヤできるぜ。いやよかった。いやビルス戦マジできついわ。いやボートが一番大変だったわよかった、朝までじゃなくて。いやよかった、よかった。みんな高評価のボタンを押そう。みんなもう頑張ったでしょ今日は。もう高評価のボタンを押してくれ、頼む。みんなもう頑張ったでしょうです、今日は。うん、いや寝れない、いやもうみんなを 寝させる気満々で終わったからね今日。あー、ありがとう、ありがとう、もう嬉しかった。引き出しの中、マジで引き出しの中マジで分かんなかったねあれね、うん、押す。いやありがとう。次赤紫紫青濃紺、やっぱり無理。押した、ありがとう、よかった。3回、いや1回でいいや。あ、3回 OK、 押しといてありがとう、面白かった、ありがとう。次回は次回のクリア方法と違う、いや次はちゃんとモッド入れられるようにしとくわ、うん、次はちゃんとモッド入れられるようにしとく。赤鬼でも3体これできつかったら相当やばいぞこれ。よかった、でも12時半ぐらいにしといてね、終わって。正直1時までかかると思ったもん俺3体同時やる、やる、絶対やる。ちょっとモッド入れられなかったから今回これだったけど、でもよかったわ。いや俺もね途中で諦めようかと思ったけど諦めなくてよかったわ、ほんとよかったわ。えがったえがった。じゃあ皆さんね、明日は今日か、今日は夜の21時から、いや8時45分からガッチマンさんのホラーゲームやりますんでね、今日は皆さんお仕事だと思いますけどもゆっくり休んで、また明日の夜、今日か今日の夜お会いしましょう。じゃあお疲れ様です。お疲れ。